突然ですが、皆さんはアンチ外耐久という言葉をご存知ですか？アンチ外耐久とは、文字通りアンチ外で回復耐久をする立ち回りのことだよ。キャプター2シーズン6で流行りだし、大会にも応用されたんだ。この立ち回りは、回復さえ集めることができれば、誰でも生き残ることができたから、エンジョイ勢にも愛された技だったんだ。だけど、キャプター3シーズン3に、あれが実装されてしまった。そう？ストーム酔い、だ。この要素が追加され、長いアンチ外耐久の歴史は、幕を去った。だけど、このアンチ外耐久の歴史の中で、伝説を作った人物がいる。その名は、ジェム。実は彼、ストーム酔いが追加された後、大会でアンチ外耐久を成功させてたんだ。キノコムーブってやつだね。当時いろんな実況者から注目を浴びてたよ。まあその後それも運営に対策されて、完全にアンチ外耐久はできなくなったんだけどね。そんなジェムさんは、私が声をかけた時まだ誰にも知られてなかったんだ。一人で黙々とアンチ外耐久してたからね。そこで今日は、ジェムさんがうちで出演した、アンチ外耐久の伝説を振り返ってみるよ。こんなことができた時代があったんだ。大会でできるのやばくね。そんな感想を持ってくれたら嬉しいです。各動画の合間に、霊夢とマリサが軽く解説するね。二人とも、任せたよ。了解、私たちも楽しみだぜ。それじゃ禁断の歴史、アンチ外耐久を、ご覧ください。さあ始まりました、アンチ外耐久総集編。一本目はゼロビルドのスキン大会、うちのチャンネルでジェムさん初の登場だぜ。この時アンチ外耐久でスキン取る人なんてほぼいなかったから、ジェムさんはここから一気に注目を浴びたよね。やわらさんぜひ動画にしてくださいって言われたのを鮮明に覚えてるぜ。こんなすごい立ち回り映像を提供してくれたジェムさんには感謝しかなかったぞ。というわけでこちらの動画へ、レッツラゴー。ねえねえ、今日外めっちゃ天気いいよ。久しぶりにピクニックにでも行こうよ。お、いいねえ。最近オンライン授業とかで引きこもってたからちょうどいいな。よし、そうと決まればすぐ行くぞ。レッツゴー。いやー、めちゃくちゃいい天気だ、最高だぜ。空気が美味しいっていうのはこういうことなんだな。たまには休日にこうやってのんびりするのもいいよね。霊夢の体どうなってるんだこれ。そしたらのんびりしてましょうか。ゆっくりしていきましょ。レッツ日向ぼっこ。うわー、嵐だー。さっきまであんな天気良かったのに。なんでこんな急に天気悪くなるんだー。やばい、ストームダメージが。このままだと死んじゃう。誰かー、助けてくれー。大丈夫ですか？さあ、これを食べてください。え、一体誰の声？うわ、もぐもぐ。これは、スロッパー。うおうおう、体力回復した。あ、危なかった。危うくピクニックに来て、ストームダメージで死ぬところだったぜ。でも、一体誰が？あ、あなたは。グレイムーバーのジェムさん。説明しよう。このジェムさんは、アンチ外ムーブ。いわゆるクレイムーブを極めている日本で数少ないクレイムーバーです。ジェムさん助けてくれてありがとうございます。さすが、クレイムーバー。休日でもアンチ外で行動するなんてさすがすぎる。お礼に何すればいいでしょう。お礼？そうだな。この大会でアンチ外耐久するんだけど、フランの体借りて出場していい？どうぞ。ちょ、霊夢、勝手に。それじゃあ乗り移りまーす。おいフラン、大丈夫か？お。うおうおう、頭の中にアンチ外ムーブのやり方が駆け巡る。すごい。よし、すぐに大会に出るぞ。マリサも一緒に出てね。うわー、急すぎる。大会でアンチ外耐久？そんなこと可能なのか？本編レッツラゴー。改めましておはこんばんにちは。ゆっくりフランと。霊夢です。あやです。マリサだぜ。さあ、黒いキムカップに出場していくよ。地域は時間の都合上、アジアじゃなくて、オセアニアに出場しています。この大会って建築ができない病大会で合ってるよな？はい、合ってます。建築不可で、トップ250に入った方はスキンがゲットできます。今回は、冒頭の通り、ジェムさんがフランに乗り移ってるのでフラン中心で喋っていくよ。ふふ、アンチ外耐久で大会を制するよ。アンチ外耐久って言ったって、ウプ主も前にやってなかった？ふふ、その動画は通常モードでのアンチ外耐久。ジェムさんはレベルが違います。ジェムさんは、ソロアリーナでアンチ外耐久ビクロイできるんです。はぁ？ソロで？しかもアリーナ？ふふ、レベルが違うでしょ。詳しくは概要欄にあるジェムさんのツイッターをフォローして確認してみてね。ジェムさんの紹介で遅れてごめんね。まずはこの場所に降りて魚を大量に釣るよ。この場所は魚がいっぱい取れることで有名だもんね。マリサもちゃんと魚集めといてよね。ちょこちょ、こっち敵いるんだって。じゃあ倒しておいて。おい、簡単に言うけどな。はい、二人倒しておいたよ。お前すごいな。まさか勝つとはな。お前は信じろ。ということでマリサも魚集めよろしくね。オーケー、私はキャンプカドルら辺にいるけど、こっちまで来てくれるのか？間のガソリンスタンドで置き合おう。回復アイテムは1箇所に集めてね。了解。先に着いたわ、軽く置いておくね。オッケー、引き続き集めるわ。え？ここのガソリンスタンドで回復耐久するの？ふっふっふ、霊夢は甘いな。同じ場所で止まって耐久すると思ってるの？え、だって普
通は木材いっぱい集めて、焚き火で回復しながら耐久するんじゃないの？まあそう思うよね。これから少しずつ準備をしていくよ。耐久する伏線を張り巡らせて、最後で一気に伏線を回収する。それって今までのプレイムーブと違くない？そう？だから私は名付ける。ジャムのムーブ、ジャムーブ。ジャムーブか、なんか言いやすい名称だね。本当に画期的な技なので、皆さんよく見ておいてください。まずはその辺に魚を捨てておくよ。はぁ？おいおい、いきなりふざけるなって。ふざけてなんかないさ、ここら辺に何匹か捨てておくだけよ。いきなりよくわからないですね。しかも魚持ってきちゃってるけど、これでいいの？ああ、これで問題ない。いろんなところに魚を配置する必要がある。魚を捨てておく。なんかヘンゼルとグレーテルみたいだね。目印じゃないけどな。次の場所はここだよ。ここは焚き火があるところなんだな。焚き火があるところに目引き2個と魚を置いておきます。まだ全然わからん。おいフラン、イオンミスト集めておいてって言われたからいっぱい持ってるけど、どうすればいい？ありがとう、まだ持っておいて。イオンミストが必要なのか。わからん。まあ時期にわかるって。シーズン2から耐久しやすくなったんだけど、その理由の一つがクーラーボックスなんだよね。今回はチャグスプがめっちゃ出たけど、フロッパーが出るようになったんだ。前はガズルジュースだったもんね。あれはアンチ外では使えないから助かるな。よし、引き続き回復を集めながら魚を配置していくね。フラン、そこの焚き火にいっぱい魚置いておいたよ。ナイスマリサ、いい活躍だね。ここにも置くのか。これアンチが端っこになるのを待ってからやってるんですね。よく気づいたね。アンチの真ん中とかの時にこれやっちゃうと敵が回復取っちゃうこともあるからね。そこら辺も考えなきゃダメなんだ。さあ、最重要拠点、コマンドキャバーンに来たよ。ほう、ここがやはり重要なのか。そうだね、魚のセッティングとかは第2アンチ収縮、つまり毎秒にダメージになるまで当たりには済ませておく必要があるね。そしてこのコマンドキャバーンには大量の物資に加えて、次スポットまである。ここで引き続き回復を集めていくよ。やっぱここの存在は大きいんだな。ここには金庫もありますもんね。そう、金庫もある。毎秒5ダメージの期間まではここで余裕で過ごせるよ。コマンドキャバーン恐るべし。フラン、打ち合わせ通り、キャンプカドルに追加の回復を置いておいた。回復せず、ダウンするぞ、それでいいか？ああ、回復集めありがとう、任せて、あとはなんとかする。ここからの立ち回りがどうなるのかめちゃ気になる。ぐはぁ、フラン、あとは、任せたぞ。ああ、できる限り生き残る。今毎秒5ダメージ、耐えられるのか？ああ、回復貯蓄はいっぱいある、まずは毎秒8ダメージまで耐久する。コマンドキャバーンにあるありったけの回復でもダメージは乗り切ったよ。そして今は毎秒8ダメージ。ここから回復に余裕はなくなる。集中していきます。今フロッパー拾ったな。それも伏線か？そう、これから長距離を移動しながらアンチ外で回復していくんだ。その移動途中に回復アイテムを散りばめてある。今目の前にある100タンクもちゃんと活用していくよ。でも走っていたら移動ミストがあるとはいえ間に合わなくない？そのためのジップラインだよ。なるほど、移動ギミックを活用していくのか。そしてジップラインの先に設置しておいた回復アイテムを拾っていくよ。マジかよ、これはこういう意味だったのか。賞金付き大会でよくある帰宅ムーブに近いですね。でも圧倒的に違うのは回復の量。武器とか一切いらないもんな。回復しながら長距離を移動。この発想はなかった。発想はあっても実現できないわ、こんなの。ふふ、引き続きジャムーブをご覧くださいな。ここの坂はスライディングで一気に移動。スライディング中はチャグスプが使えるよ。回復も使い分けるんだな。あとはキャンプカドルまで一直線。お、マリサの残骸発見。なるべく集めておいたから使ってくれ。ナイス、これも活用していくよ。だんだん謎が解けてきたぞ。回復を散りばめてたのは全部移動のルートだったのか。そういうこと。そして移動する間で回復が足りなそうな場所には魚とかを置いておくことで保管してる感じ。なるほど、緻密な計算がされているということなんですね。そしたら一回ここの焚き火で回復するよ。よし、こんなもんかな。え、全然まだ回復残ってるじゃん。ちょっとフランさん、いいんですか？ごめんごめん、言い忘れてた。さっきの場所以外にも回復アイテムが置いてある。次の場所に移動ってこと？進むというよりは経由する感じかな。またキャンプカドルに戻ってくるよ。どういうことだ？簡単に言うと焚き火が必要なんだ。今回、木材は全くと言っていいほど集めてない。だけど焚き火は採点かなしなら木材なしで使える。その1回を使って値引きを消費するんだ。あ、そういうことか。毎秒10ダメージだと10秒必要な値引きが間に合わない。だけど焚き火があれば巻き終えるってことだね。正解、この10秒稼げることがかなり大きいのでフロッパーを消費してでも値引きはちゃんと使うよ。1回の焚き火で値引きは2回使えるからね。マジですんごいな。
中身のジェムさんはシーズン1の時にずっとこのムーブを研究してたみたいだからね。昔のクレイムーブが通用しない現在、どうにか今の環境でアンチ外耐久ができないかずっと探してたみたいです。努力の結晶ってわけだな。なんかこのムーブ見ても真似できる気しないもん。それな。よし、そしたら山上の焚き火のところまで移動するよ。ここら辺まで来ると回復の量はもうほぼない。てかワイニーやんけ。そう、残り1パーティ。敵さんたち、何が起きてるんだっていう感じでしょうね。まさか今シーズン1発目の大会でアンチ外耐久してくる人がいるなんて思わないもんね。でもちょっとな。どうしたフラン。これ、回復ギリギリだわ。あー足らなそうって話ね。2位になって、1位いけそうかどうかのタイミングで回復足らなそうならロビーに戻った方が効率いいんだけど、ちょっとギリギリすぎる。一応最後まで行くわ。なるほど、大会だから切り上げるのも大事ってことか。そういうことだね。うおー、ラストスタートじゃあ。すごい、最初に来たガソリンスタンドまでもう少し。全部意味のあった行動なのです。ジップラインが本当に優秀。移動しながら回復ができる。大砲とか裂け目は移動できるけど途中で回復できないもんね。そして最初の方になんとなく捨てた魚も回収していくよ。これはこの時点で回復がギリギリの時よってことだったんですね。今はいっぱいあるから大丈夫ですが。そう、コマンドキャバーンが漁られてて回復が足らない時でもここまで戻ってこれるようになってます。まさか本当にここまで戻ってくるとは。フラン、どうだ、回復足りそうか。うん、微妙だ。ちょっと計算してみる。フラン、最終アンチだぞ。く、ダメだ、あと1分くらいしか耐久できない。ギリギリ足らなかったか。でも GG です。いやー疲れた。GG、いやーすごかったわ。ジャムーブ、恐れ入りました。ここまで耐久できるんなら、この大会、資金もらえるんじゃないですか。確かに、もうちょっとやってみようか。はい、毎秒後ダメージが終わるまでコマンドキャバーンで耐久した後になります。もう回復アイテムの設置が終わった状況ってことだな。さああとは戻れるかどうか。今回、値引きの設置が間に合わなかったので、値引きなしのムーブに切り替えました。値引きなしだと回復足りなくないか？そう足りない。でもこの大会の特徴を考慮したよ。この大会の特徴？建築なしってことですかね。もともとアンチ外で建築しないじゃん。もしかして建築なしだから戦闘が早く終わるってこと？そういうこと。もはや1位を狙うんじゃなくて2位を狙った方が効率がいいことに気づいたんだ。だから動きを少なくして、確実に回復が集められるルートに変更したよ。わお。変速ジャムーブってことか。2位に特化した立ち回りね。あとはもうここでありったけの回復をして終わるってことですかね。そう、移動もしない。なるほど、大会に応じて立ち回りを変える。本物のクレイを彷彿させるな。フラン、2位になったよ。オッケー、回復終了。すんげーや、まーた2位取っちゃったよ。回復もめちゃくちゃ余ってるし、余裕は感じるな。ということでこんな感じで10試合回しました。これは結果発表のお時間ですかね。さあ、どこまでいけたのか。結果はこちら。うわぁ、すげぇ、71位。なんとジャムさん、オセアニア71位で資金ゲットしちゃいました。これってマジ話なのかよ。にわかに信じがたいですね。これが戦績です。10マッチ中6回に、マジでヨーロッパのクレイ選手の戦績みたいじゃん。アンチ外耐久は大会じゃできないと思ってたけど、マジでやってのけちまったな。一応だけど、このムーブは運が大きく絡んできて、場合によっては回復の設置中に全滅も全然ありえるんだ。そうなのか。じゃあ今後はできるかわからないってことか。いや、多分できるよ。え？なんで？実は、本気のルートを一度も使ってないからです。マジかよ、言い換えたら奥の手があるってこと？そう、ソロで使うルートは難しすぎてデュオでやるにはかなり打ち合わせが必要なんだ。だから今回は比較的簡単なルートを選んだ感じです。これは、今後が楽しみだな。本当に新たな伝説を作るかもね。改めてになりますが、ジャムさんのツイッターを概要欄に貼ってますのでよければフォローしてあげてください。今後の活躍が楽しみな人は特に。ね。ジャムさんとは機会があれば一緒にアンチ外耐久しましょうと話してますので、また別で動画あげるかもなのでお楽しみに。リスナーもアンチ外耐久好きな人多いからちょうどいいもんな。今回の動画の感想、ぜひコメントしてください。ということで今回はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。はい、お次はなんと、ネオンさんとのコラボアンチ外耐久です。コラボアンチ外耐久ってなんだよ。この時実は、ジャムさん登場してません。あれ、そうだったっけ、見よう見真似でやったんだっけか。でもこれはこれで楽しかったのを覚えてるよ。大会を楽しんでる感じだったわ。それじゃ、ネオンさんがアンチ外耐久をする貴重な映像を、とくとご覧あれ。新学期、やっと慣れてきたな。そうだな、学力テストとか全部終わったもんね。変な問題が多かったな。10人倒してビクロイしろ、とか。もはやチャレンジやんけ。中間テストまで時間もあることだし、当分はまったりだな。放課後ゲーミングパソコン室で大会出ようぜ。オッケー、私ねフラットさんコラボ PC 使う。うちってほんとゲームに恵まれた学校だよな。はい、みんな静かにして。く、担任が来たか。
私たちの楽しい朝の時間を。いや時間なんだから仕方ないでしょ。いつも思うんだけど、なんで携帯いじってるの？静かに。皆さんおはようございます。今日は1週間限りの転校生が来ますので、まずはその子にご挨拶してもらいます。で、転校生来るのか、1週間限りか、仲良くできたらいいな。かわいい子がいいな。じゃあどうぞ入って。失礼します。かわいい結婚したい。はい戻って。ということで、転校生のネオンさんです。皆さん仲良くしてあげてください。ふつかものですが、よろしくお願いします。かわいい。ネオンさんって、あのネオンさんだよな。貴重な機会だ、早めに仲良くなっておこう。じゃあネオンさん、仲良くなってください。なんだあの人気っぷりは。さすがネオンさん、私たちみたいなモブキャラじゃ、ネオンさんと話す時間がないかも。そう、ネオンさん休日はよくどこに行くんですか？ネオン街です。おお。好きなポケモンは何ですか？ネオラントです。おう、結局ネオンさんと喋れなかった。あんな人気なんだもん、仕方がない。もはや予約とかされてたもんな。はぁ、せめて一言くらい喋りたかったな。あの、霊夢さんたち。この声は。ネオンさん。戻れ。お忙しいのに、一体どうしたんですか？あなたたちってよくアンチ街耐久してますよね？はい、しております。それで知られていたのか。よかった。よければこの大会で一緒にアンチ街耐久しませんか？私、一度やってみたくて。私たちでいいんですか？私たちでは力不足かもですが、それでもよければぜひ一緒に。ネオンさんを持ち帰り。おいフラン、何やってるんだ。勝手にネオンさんを持ち帰るな。助けてー。本編レッツラゴー。いやっほーい。改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と。フランです。今回は感染します、あやです。マリサと。誘拐されたネオンです。ネオンさん、先ほどはうちのフランがすみませんでした。暴走しないようにしますね。いえいえ、大会、頑張りましょう。今回はゼロビルドルールがついてて建築ができないんだな。しかもスクワット形式、久々だな。アンチ街耐久するって話だったけど、ゼロビルドなら戦いもすぐ終わりそうだし、やりやすそうね。私は何すればいいですか？ネオンさん、これからアンチ街耐久をするので、アンチ街で体力回復するアイテムを集めていきますよ。ああ、フロッパーとかメディキってことね。よし、張り切っちゃうよ。張り切るネオンさん、キャワイイ。集中しろフラン。ということで、まずはキャンプカドルに降りましょう。ここに降りる理由って何かあるんです？ここは焚き火とかが多いのと、医療スプレーを売ってる NPC がいることですかね。海にも近いから釣りもいっぱいできます。なるほど、アンチ街耐久にはもってこいな場所だね。アンチがキャンプカドルに入ってしまったら別の場所に移動する必要があったりするので、臨機応変に移動する感じですな。回復の方向、キャバーンも近いからな。立地は完璧だね。適当に漁ったら海の方に行きましょう。少し北側の方に釣りが大量にできるスポットあるもんね。結構広い範囲で釣りできるんだな。ですね、担当分けて釣りしていきましょう。じゃあ私はこっちの方を。待ってこっち敵いる。マジか。あかんな。少し距離が遠い。しかも戦車のマーク出てますね。いやー無理にる。霊夢、ネオンさん、これ多分きついですわ。マリサの方まで交代して。了解。フラン、カードは回収する。グエーシンだ。フラン、また会いましょ。ネオンさん。なんか振られたみたいになってて草。敵、どうだ？こっち来てるか？てなさそう。別の敵を撃ったみたいだね。残り3人だけど、アンチ街耐久できるのかな？まだ全然できますよ。今回はスクワットですからね。3人で魚とか集めてフランは後で蘇生でいけます。みんな後は頼む。一旦、キャンプカドルとかで集めた回復を1箇所に集めましょ。そしたらそこら辺はまだアンチ内だから、アンチ街の私がいるところまで持ってきて。オッケー、じゃあここら辺にある回復も合わせて持っていくね。一回じゃ持っていけなさそうだな。ネオンさん持っていける？持っていけるよ。じゃあそっち行くね。マリサは、ジップラインの方か。霊夢今来たよ、そっち行くね。私も行きます。ジャンプでかわさなきゃ。なんでここで統合してるんですか？私も日本人だから。ほら、すれ違う時にお互い避ける価値あるでしょ。それでぶつかっちゃうやつか。あれの対処法わからん。オッケーオッケー、だいぶ集まったな。めちゃくちゃ回復アイテムあるね。この後はどうすればいい？よし、私が回復役やります。みんなは追加の回復を。いや、これだけあれば2位までいけそうだな。1位は目指さないの？このようだとこれから追加で探してきても1位は厳しそうかな。なるほど、じゃあ私たち戦いに行くのもあり？まさかのこれから戦闘？なかなかないことだけどありだな。よし、3人戦ってきてくれ。よっしゃ、回復は任せたよマリサ。任せてくれ、だぜ。行ってくるね。よし、少しでもポイント稼ぐぞ。
うおうおう走るぜー。霊夢遅いよ、もう私とフラン先登ってる。やあ霊夢のノロマー。ノロマ言うな。霊夢、一旦飛行船の上に来れる？今行ってます。テロビルドの場合、地形を利用したハイブラが強いからな。ふっふ、敵さんたち、ここにいれば何もできないだろう。私たちはここから撃ちまくるだけど。わあ。言い忘れてた、山上に敵いるよ。霊夢、カウンターしてる、チャンスだよ。いや、オッケー、一人あり。ナイス、ワンチャン詰めれるかな。霊夢、裏から様子見てきて。了解、向かいます。今飛んで裏に行ってます。いけそう？ワンチャン。ドアーダメだー、撃たれるー。霊夢、一旦引いて、隙が生まれたからフラント詰めるよ。了解です、こっちもワンチャンまだ敵いるかも。やったー、一人ダウンさせたよ。ネオンさんナイス、ちょっとこっちは敵がいっぱいかも。霊夢は回復してて、ネオンさんと二人で倒す。お、ちゃんと戦ってる？また霊夢はおとり役か。そうなんです。もう一人倒したー、霊夢ナイスおとり。ナイスすぎる。でもやっぱ、おとり、なんですな。あ、こっち敵いる。霊夢、アンチ大丈夫か？大丈夫大丈夫、すぐそこだから。霊夢、違うよ、次5ダメージ。え？とわー、無理だー。早く戻ってきて、ちなみにもう一人倒してるよ。ね、ネオンさん強すぎない？それに比べて霊夢は、ごめんごめん、絶対戻るー。あともうちょい、間に合え。あ。あれ？霊夢さんどこ？地下でハイハイなのです。バブー。霊夢のことは一旦置いといて、ひどい。私は少しでも撃破ポイントを稼ぎましょう。ネオンさんその時倒せますよ。タイプが誰？やった、倒したよ。ナイスすぎます。いい感じにポイント稼いでるね。あれ霊夢は？かないで。ということで一旦視点をマリサに変更します。私耐久してるだけだからネオンさん映してあげて。あーダメダメ、映さないで落とされちゃうから。ちょちょ無理無理無理。あーれー。ね、ネオンさん、もう私も、死にます。このマッチはここまでだったか。じゃあ次のマッチに。ちょっとちょっと、私のこと忘れてません。あーそうだった忘れてた、アンチ外耐久してるんだったね。わ、私も忘れてた。嘘でしょあなたたち。まあいい、ちゃんと2位まで順位を持っていくよ、任せてくれ。うわーまだこんなに回復残ってるの。うん、いっぱいあるようにも見えるけど、ビクロイするには全然足らないかな。最終アンチまでこれから5分以上あるもんね。アンチ外耐久、奥深い。はぁ、はぁ、なんとか耐えているぞ。でもここにある回復は全部終わり。あれだけあったのに、こんなに消費されるもんなんだな。マリサ、頑張って。うおうおう間に合ってくれー。今回、キャバーンが最後の最後までアンチに入っちゃったのがきつかったね。ああ、本当だったらキャバーンに回復がいっぱい眠ってるからそこで耐久できたもんな。とりあえず、スプレー使いながらキャバーンに向かってみるけど、さすがに間に合わないかな。向かう途中で何か回復とかあればいいが。いやーダメだー、2位まで持たないー。あとフロッパーだけか。マリサ、3位まで来たよ、もうちょい。ふ、間に合え。マリサ、2位だよ。アップねー、ギリギリ目標達成。早く戦闘が終わってよかったな。ん？これどこだ？アンチ外のキャバーンの金庫、敵さんも一人アンチ外耐久してた。アンチ外耐久そんな流行ってるんですか？さすがにびっくりですわ。まあまあ、いい感じに2位取れたし、こんな感じでやっていきましょう。レッツゴー。よっしゃー、最終マッチじゃー。まずはキャバーンを制圧して、回復の準備をしましょう。ふぅ、敵さん結構撃ってるね。キャバーンは激戦区だからな、敵派を狙いに来てるパーティーがいっぱい来る感じだろうね。あ、敵いる、でもスナイパーしかない。ふぅ、外した、逃がすかー。霊夢ナイスでしょ。敵さんダウンしたままどこか飛んでいっちゃった。霊夢アイオーガードに邪魔されてる、助けてー。助けません、ケブ置きます。助けいらなかったし、ケブナイス。ふざけてないでよ、難しいんだー。やってカバーしないと。霊夢、大砲の近くに敵いるよ。ふぅ、外した、当たれるー。オッケー倒した。ナイス、けどフランさんが、キャバーン制圧したら起こしてくれー。よし、先に制圧しちゃいましょ。あ、敵さんたち引いてるね。オッケー制圧だな。フラン起こして釣りに向かうぞ。これから向かいます。待って、釣りスポットに敵いるんだけど。ほえ、マジ、とりあえず向かうわ。くる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 。おん、待って、この敵武器持ってない。倒したわ。これアンチ外耐久狙ってた敵さんだね。本当にアンチ外耐久する敵多いな。このマッチにも私たち以外にまだいるってことだね。そういうこと、回復要因は二人の方が安全だな。私と霊夢で耐久しよう。了解、どこで耐久する？今回、キャバーンがアンチ外になるから、そこでやりましょ。オーケー、フラン、ネオンさん、キャバーンまで回復を。オーケー、持っていくねー。待って、キャバーンの近くに敵いる、どうすればいい？マジか、でもこっちに来られたら回復できなくなる。いいよ、この前霊夢がおとりになってもらったし、今回はその役を私が果たすよ。敵を遠くに引きつける。ね、ネオンさん。うはぁ。ネオンさんのおとり、無駄にはしません。私、アンチ内でネオンさんリブートして戦ってくる。あー助かる、残りは私と霊夢で補う。
よし、回復いい感じだぞ。待って、霊夢、足音する。はぁ、アンチガイのキャバーンだぞ。こんなところに敵がいるはず。霊夢、最初の方にいたアンチガイ耐久狙ってた敵かも。は、マジか。ありえる。私たちを倒して、私たちの回復で耐久しようって算段か。今見えた、マジで怖えぇ、ー。キャーンってきたー。霊夢落ち着け、私もいるぞ。そうだ、このために二人残ったんだった。霊夢、なんかぶっくれ。オッケー、バーストだけ渡しておく。ナイス。霊夢いなかったら武器ないしやばかったわ。敵さん回復してる、チャンスかも。上、上にいるよ。当てれるか ?28 カット。26カット、ワンチャン決めて倒したい。ここで倒せれば。あ、この音は。そう、大砲で逃げられた。マジか。まあいい、これで一安心。なんかまだ怪しいな。もうアンチめちゃ遠いですもん。ワンチャンまだ来るかもな。警戒を続けよう。よし、残りの回復集めに行こっと。ちょ待って、今攻撃のエフェクト出た。だか、私倒されちゃったし、ネオンさんはアンチない。二人でどうにか切り抜けて。一旦合流する。私も倒された。あとは二人だけ。毎秒にダメージ。なんとか戦える。やばい、マリサ、もう目の前まで来てる。覚悟を決めていくぞ。絶対に倒せる。おらぁ。よっしゃ倒したぁ。はぁ、はぁ、危なかった。この敵に回復全部持っていかれるところだった。二人ともナイスだよ。結果的に一撃破ポイントもらえたし、バンジーオーケー。よし、あとはギリギリまで回復集めて、マリサに回復してもらうだけ。手が震えてくるな。だがここまで来たら2位まで持っていきたい。絶対いける、頑張って。私はもう限界、魚集めておいた。オッケー、それ取りに行くね。アンチガイ耐久、こんな感じなんだね。中盤以降は暇ですな。漫画でも読んでるね。応援してください。現在4位。これだけ回復あればいけそうな雰囲気するけど、どうなんだ?いや、わからん。もう向こうは移動アンチなんだけどな。ここはもう神頼みだね。ほい、向こうは今こんな感じか。建築なしで必死に戦ってるのに、私たちと来たら、お、3位になったよ。まだこれだけフロッパーある、2位は硬いぞ。まだキャバーンに回復転がってる。回収していこう。よっしゃー、目標の2だー。ナイス、でもまだ回復余ってるね。そうだな、ギリギリまで耐久してみようか。いや、ついなあとフロッパー4つしかない。これだけ集めてもビクロイは厳しいんだね。ビクロイするにはもしかしたら倍くらい回復いるかも。ここに集めるというよりは、いろんなところに散りばめながら集めて後で回収だよね。そう、この動画のヒントが参考なんだけど、今回はここまではやらなかったよ。いやーでも経験できてよかったよ。ありがとうね。その言葉が付けただけでも満足。GG、ナイスアンチガイ耐久。ビクロイには回復全然足らないね。まあ4位に2位という立ち回りだったし、バッチグーよ。これがマッチ履歴です。順位めちゃ安定してたな。わお、これだけ見るとすごいね。でも撃破ポイント少ないから上位にはなれなかったね。今回はスクワットだったのが大きいですな。ジオとかでこの順位なら間違いなく抜けた順位です。いやーでも貴重ないい体験になったわ。みんなありがとね。それじゃ、ネオンさん一緒にやってくれてありがとう。こっちとしても貴重な体験だったな。アンチガイ耐久。ネオンさんはどんな感想だったんだろう。待って、ネオンさんツイッター投稿してる。どれどれ。お次はジェムさんと一緒に大会でアンチガイ耐久をする初の動画です。この大会、海外サーバーのみの大会で、朝4時から大会だったんだよな。マジで眠かったよね。でも、ジェムさんの指示が的確で、マジで立ち回りやすかったのを覚えてるよ。眠くても全然思い通りになったもんな。やっぱすげえよジェムさん。ジェムさんに乗っ取られたフランを、ジェムさんだと思ってみてくださいな。もうフランはジェムさんになりかけてる。ねえねえ、GW、これ聞いてなんだと思う?え?ゲームイズに決まってるでしょ。それ以外何かありましたっけ ?GW、GW、グレープアジーのワッフル。違います。はぁ、みんな常識ないのかよ。ゲームイズは世間一般的にゴールデンウィークの役だ。私たち常識ないからな。私もゲームイズしか出てこなかったです。フォトナのしすぎかな。てかもうゴールデンウィークなんだね。4月バタバタしてたから早く感じる。最近忙しかったからな。せっかくの休みなんだし、ゆっくりしましょ。ということで中東まで旅行行きまーす。え、何言ってんの?そんな簡単に旅行なんて。中東まで一気に行くぞ。いやー落ちる。プリン食べたい。わかめも落ちてる。ついたぜ、中東のトルコです。綺麗な街並みだ。まさか家の中へ直接飛行機が飛んでくるなんて。私なんか雲の上から落ちたのに、生きてるのは奇跡ですか。そんなことよりトルコといえばトルコ風アイスだろ。いいねー、ちょっと探しに行ってみますか。おーおー、本場のトルコ風アイスだー。早速買いましょう。店員さん、アイスを。あれ、よく見たらアンチガイ耐久がうまいジェムさんじゃね。うわ、マジやん。でもなんでトルコにいるんだ。
アイスはいかがですか？しれっと話しかけてきた。とりあえずお願いします。あ、ごめんなさい、アイスを切らしておりました。じゃあその白いの一体何なんだよ？これはボンドです。え、ボンド？4名様なので10層限定のスクワット大会パワーショングカップをお渡しします。どういうことだ？ということで乗り移ります。しまった、フランが。おい、フラン大丈夫か？アイスなんか買ってる場合じゃねえ。アンチガイ耐久するぞ。いてててて、フランもっと優しく。まるで人が変わったみたいです。アンチガイ耐久ギャー。本編レッツラボー。いやっほーい、改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と中身がジャムさんのフランです。久々登場のアヤです。飛行機から落下したマリサだぜ。今回は中小地域限定のパワーショングカップに出場します。ほえ、海外限定の大会とかあるんだな。ちなみにこちらの大会開催してる時間は朝4時から7時です。さすが海外の大会、中東と日本じゃ6時間くらい時差ありますもんね。あれ、でもここトルコじゃなかった？現地にいるんだから時差とかないはず。おい、本当は日本でプレイしてるってバレちゃうだろ。ちなみに今回の大会、スクワットの建築なしゼロビルドモードなんだね。そう、上位には賞金もついてる大型の大会だよ。マジですか？海外サーバーでピングもこんな高いのに、ヤバくないですか？そう、ゼロビルドとはいえ、まともに戦えません。でも今回はジャムさんがフランに乗り移ってるので、フランの指示のもと、アンチガイ耐久をしていきます。ジャムさんって大会でもアンチガイ耐久でビクロイできるヤバい人だよな。そう、アンチガイ耐久のプロです。ということで立ち回りはフランに任せることとします。オーケー、任せて。初動は被らなかったね。霊夢はこっち来て、みんなはそのあたりで回復集めてて。ほいほい了解。ちなみになんでここに降りたんです？最近増えた NPC が理由だよ。そこにいる PB から医療ミストが買えるようになったんだ。医療ミスト？今までキャンプカドルだけだったのに。アンチガイ耐久に関わる最新情報はすぐに取り入れるんだな。すごいわ。あ、ほんとだ、売ってる。私も3つ買ってるよ。そのまま海沿いを回っていくよ。了解、すぐ行く。遅いぞ霊夢。霊夢さん待ちだったんですよ。ごめんて、でもちゃんと回復は集めてきたよ。ナイス、じゃあこのまま海岸沿いを走って、港のところまで行こう。そこで魚釣りだね。ものすごい大回りだな。まあみんな回復アイテムばっかりだし、基本は敵と遭遇しちゃダメだからね。そういう意味だと海岸沿いは敵が少なそうですね。生存ムーブしてる敵はいるかもだけど、そういう敵は基本弱気だから逃げてくれる確率が高い。なるほど、ちゃんと考えてますな。降りたら各々回復を集めてくれ。了解、私釣りする。サーマルフィッシュしか釣れない。霊夢何やってんだ。サーマルフィッシュは2個しか持てないし、回復量も15なので耐久向きではないですね。まあ大丈夫だって。まずい、車の音だ。そういうの強かったぜ。ここで攻められたら。今ピンを刺した場所に1人見えました。なるほど、あそこか。他の敵の場所が見えん。一体どこに行く？撃たれた、痛い。うわぁ。霊夢。皆さんここは一旦逃げましょう。霊夢すまん。ここで死んだら全て終了だ。みんなごめんよ。なんとか逃げてくれ。意地でも生き残ってやるぜ。私やばいかも。体力少ししかない。私も泳いでます。なんとか見逃してくれれば。はぁ、やばすぎる。フランさん大丈夫そうですか？撃たれてるけどトラックに乗ってるおかげでなんとかなってる。みんな、私が死んでしまったばかりに。オーバーシールド込みで一気に200削られてましたもん。仕方ないですよ。中東サーバーでラグいのもあるだろうしな。フラン、私死んじゃったけど、立て直せそうかな？生存してる3人がどうにか生き残ればワンチャンあるかも。ここを登り切れば、撃たれるか。うおうおう、走れー。じゃあ痛い。フラン頑張れ。もう少しです。よし、登り切った。ナイスです。でもこれ霊夢のリブートカード取れなきゃ失敗じゃね？敵が待ち伏せしてるので取りに行くのは無理ですよ。本当にごめん。私のせいでアンチガイ耐久失敗になっちゃうなんて。カードが取れないなら、このまま3人でアンチガイ耐久行こう。一人かけても大丈夫なんですか？みんな何を言ってるんだ。私はソロでもアンチガイ耐久できるんだぞ。もうすでにだいぶ時間が経ってるし、3人とはいえ、まだ可能性は全然ある。いたた、とりあえず、生き残ったマリサとアヤは、山奥の釣りスポットまで向かってくれ。そこが生き残っていれば一気に可能性が広がる。ごめん、今回何もできなかったよ。このマッチは3人に託す。ああ、任せておけ。大丈夫ですよ、今回、私とマリサさんの中身も耐久も差なので。あれ、そうなのかい。言ってなかったな、ジャムさんが集めた口の耐久プレイヤーさ。それは心強すぎる。感染しつつ、勉強させてもらいますわ。よし、ここの釣りスポットは丸々生きてる。これはでかいね。役割分担ですかね。そうだな、マリサはキャバーンに行って回復集め。アヤはキャンプカドルの医療ミスト、ワンチャンまだ間に合う。了解です、すぐ向かいます。そうか、キャンプカドルもアンチに飲まれてるのか。100秒経ったら NPC が死んじゃう。すぐ行く。大
方で飛んできました。まだ間に合うはず。ダッシュで向かう。うおーおー、生きててくれー。あ、生きてる。ナイス、医療ミストの購入を全部買います。やりました、医療ミスト5個購入完了です。あや、よくやった。これはデカすぎる。アンチ外耐久で重要なポイントをみんな理解している。キャバーンまで戻ってきましたよ。あや、そこに置いておいた回復、キャバーンまで移動できる？オッケーです、大砲を使って移動させますね。私もキャバーン向かいますわ。全員集合だね。キャバーンに置いてきたから往復っと。大砲を回復アイテムの移動で使う人初めて見ましたわ。キャバーン周辺は大砲だらけなので回復アイテムの回収、移動には必須級のギミックだね。そうですよ、私なんて何回練習したことか。あやさんすごい。ふふ、大砲の練習の成果をここ。あ、あやさん。うん、そんな時もある。ということで耐久の準備をしていくよ。この天井を壊れるギリギリまで壊します。これ何の意味があるの？この上にスラークタンクがあるから、毎秒10ダメージの時にツルハシですぐ壊せるようにしてるんだ。屋根を置けば壊せるんだけど、これはゼロビルドモードだからね。そっか、忘れてた。こうやって準備しておくんだね。クランも毎秒2ダメージだから、キャバーン内の釣りスポットで魚釣ってるね。そうだな、毎秒5ダメージまではどうにか回復を集め続けてくれ。オッケーです、私はキャバーンの外側にある回復を集めてフランさんたちのところまで届けますね。結構集まりましたよ。ナイス、私はもう回復の設置終わったから、あとは頼むぞ。あや、オッケーです、もう少し集められそうです。回復は中の真ん中ら辺に投げておいて。オッケーです、間に合うかな。あや、毎秒5ダメージだぞ。やばい、なんとかフランさんのところまでこの回復を。頑張れあや、そこからいけるはず。間に合え。おお、あやが空から降ってきたわ。そして陸に上がる。よし、完璧。本当に目の前までちゃんと運んでくるとは。やるな。それにしてもすごい量の回復だな。アンチ外になってから集め始めたのによく集まったわ。しかも3人で。ということで私たちの役目は終わりました。フランさん、あとは頼みますよ。ああ、これだけあればきっと足りる。みんなは見守っててくれ。頑張れフラン、頼みます。かましたえ。よっしゃー、みんなが集めたこの回復、無駄にはしないぞー。さあ、そろそろか。毎秒8ダメージしたー。何もしなければ13秒で体力ゼロ。まさに地獄の空間。大丈夫、この地獄でも生き残れるほどの回復を私たちは集めている。ああ、シャドウの絶望的状況からよくここまで集めてくれたよ。まずは値引きを消費する。毎秒10ダメージになってしまったらもう使えないからね。1秒に8ダメージ、値引きを巻き終えるまで10秒。ってことは体力100から2秒後の体力84のタイミングで巻き始めればいいってことかい？大正解。毎秒8ダメージの期間に値引きを使い切らないともったいないね。まずは巻きまくる。オッケー、1個だけ余るけどうまく使えたぞ。ナイス、この期間を値引きで乗り越えられたのはでかい。まだこれだけあるのか。医療ミストが多すぎる。10ダメージした。危ない危ない。医療ミストを起動しておいて正解だった。ここからはタンクを割っていくよ。タンクもあと1回ツルハシを振ったら壊れるようにしておいた。さすが、用意周到だね。スラークタンクを割る作業が終わったら、あとは残ってる回復を使い切るだけだから、実質これが最後の移動だね。逆に言えばここのタンクを割る作業さえ成功してしまえば、あとは、祈るのに、と。ここのタンクで最後だ。でや？オッケー、タンクを割る作業完了。元の位置まで戻れそうか？大丈夫大丈夫、まだチャグスプも医療ミストもあるよ。慣れてない人だったらここで回復足らなくて戻れないっていう人もいそうだな。ありえますね。お、今移動アンチで、残り2パークか。建築できないから狭いアンチの中での打ち合いだよね。さすがにもうすぐ終わりそうだ。確かにそうですね。それがゼロビルドモードの特徴。フラン、アンチ内の戦闘終わった。現在2位。よしよし、とりあえず最低ラインまでは来れた。あとはアンチが閉じ切るまで耐久できるかどうか。アンチ外耐久は耐久してる人以外、祈ることしかできないのが肌身ですね。大丈夫よ、君たちが集めた魂のかけらが、今こうして輝いているんだから。輝くというか食べたり、スプレッシュしてるだけだけどな。ないんかよ。それはアンチ内にいる敵さんのセリフです。あと15秒くらいでアンチが閉じますよ。そしたらアンチ内にいる敵さんとの回復勝負に持ち込める。回復量は足りそうか？フラン、そうね、とりあえずここにあるフロッパーで30秒は稼げるから、最終アンチまでは全然いけそう。お、最終アンチまでいける時点でめちゃくちゃすごいんだよな。実際やってみるとわかりますよね。お、アンチ閉じ切ったぞ。オッケー、これだけあればいけるはず。いけー、フラン大盛りタイム。
終了は経ったぞ。敵さん確実に回復アイテム持ってますね。ここは油断しない。包帯もフロッパーと合わせれば使えるからちゃんと使い切る。よっしゃー、耐久勝利。敵さんも結構回復持ってて少し焦ったけど、無事に勝てたな。マジですげー、初動であんなに追い詰められてからビクロイできちゃうのか。しかも3人ですよ。そういえばそうじゃん、4人ならもっと安定するね。まあ今回はうまく回復噛み合ったね。もう1試合だけダイジェストでお届けしよっか。これは別のマッチです。あと1分30秒でアンチが閉じ切るところ。魚が全然釣れなかったんだよね。4人で頑張っても足らなかったんだよな。必ずしもビクロイできるわけではないということですね。じゃあ当たらなかったー。これはドンマイだね。このうちチームアンチ外耐久してるやんけー。待って、この人ヨーロッパでアンチ外耐久する有名人じゃない？おいマジかよ。海外サーバーだといろんな出会いがありますな。てかこの大会、私たち以外にアンチ外耐久してる人がいるってことがすでに驚きだわ。最近流行ってるね。中東サーバーでやってるってことは世界的なのかな。ありえる。でもまあ確実に言えることは、まだまだ研究が進んでいるということ。アンチ外耐久の歴史は今、作られています。皆さんもぜひリアルタイムで楽しんでみてね。ということで今回はここら辺で終わりですね。皆さん、いかがだったでしょうか？最近、ジャムさんと会ってからアンチ外耐久の動画を増やすようにしております。ぜひ、チャンネル登録の上、感想をコメントしてほしいぜ。うつ主のモチベーションにつながります。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。お次はいよいよ、伝説の幕開け動画です。なんと、あの FNCS にアンチ外耐久で挑戦するんだよな。プロゲーマーだらけの超ハイレベル大会でアンチ外耐久が通用するのか、衝撃の結末が待ってるので、ぜひ最後まで見てくださいね。マジで伝説になったからな。それじゃスタート。旅行に行きます。いやー、久々にちゃんとした旅行だな。そうだね、たまに海外とかに行ってるけど。海外の大会に出場するために行ってますからね。今までの旅行は全然ゆっくりできてないもんな。ちなみに、今日はどこに行くんだっけ？おいおい、どこに行くかもわからず空港に来たのかよ。今日は北海道に行くぞ。いろんなところを回って観光に。ジンギスカン、カニ、カメシ、味噌ラーメン、ザンギ、スープカレー、海鮮丼。食いしん坊なのはよくわかった。それで、飛行機の時間はどうなんでしょう？あ、もうすぐチェックインの時間だね。遅れないように向かっちゃいましょうか。いやー、快適ですね。北海道の千歳空港までひとっ飛び。まあそこから札幌まで電車で結構かかるんだけどな。細かいことはいいの。お、本当に飛んでるぞ。大丈夫か、落ちないかな。なーに、マリサビビってんの。マリサさん、飛行機に乗ってよく飛んでるじゃないですか。そうなんだけど。変なマリサだな。うお、なんだ。こちら機長、緊急事態発生。繰り返す、緊急事態発生。緊急事態、一体何が起きているんだ。緊急事態により、進路を北海道から FNCS に変更します。どういうことだよそれ。なんで進路を FNCS に。理由も何も言ってなかったですね。こうなったら直接機長のところまで行って問い詰めるぞ。おい、機長。よく見たらアンチ外耐久のジャムさんじゃないか。なんで飛行機の操縦してるんだよ。機長、どうして FNCS に行くんですか？え？出場したくなったからです。そんな理由許されるか。ということで今回もフランさんの体をお借りして大会に出場しますね。勝手に乗り移ろうとするな。うつ主にちゃんと確認してますよ。まさか、うつ主が許可するわけ。出たー。ということで乗り移ります。あ、フランが、じゃ待って、そしたら誰が飛行機操縦するんだよ。うわー。やっほー。改めましておはこんばんにちは。ゆっくりフランと、霊夢です。あやです。マリサだぜ。ということで FNCS に出場していくよ。本当は北海道へ行くはずだったのに。機長のさじ加減で進路変更するってどうなってるんだよマジで。ていうかフランって機長のジャムさんが乗り移ってるの？そうです。今プレイしている人はうつ主ではなく、アンチ外耐久が得意なジャムさんのプレイ映像となります。まあ私なんだけどね。ジャムさんを知らない人に説明ですが、この人はアンチ外耐久を極めているプレイヤーで、大会も基本はアンチ外耐久の立ち回りをする数少ないプレイヤーとなります。え、まさか FNCS もアンチ外耐久をするんですか？そう、無謀な挑戦だけどやっていくよ。かなり無謀だな。FNCS について簡単に説明すると、FNCS はチャンピオンリーグの人が出場可能で、ラウンド4まである予選が合計3回、ヒート、グランドファイナルがある大規模な大会です。今回は予選もラウンド1なので上位戦チームがラウンド2に進出できます。全チームか、頑張ればいけそうな感覚ではあるね。でも今回これをアンチ外ムーブでやる気なんでしょ？そう、頑張って順位ポイントのみで突破するよ。本当にそんなことできるんかよ。
この大会、グランドファイナルで優勝したら何百万とお金がもらえる大会なので、アジア最大の難関な大会ですよ。ああ、だからこそアンチ外耐久で挑戦したい。皆さん、私の中身であるジャムさんの勇姿を見届けたい場合は、概要欄のツイッターをチェックしてね。フォローしてあげたらアンチ外でフロッパーくれるかも。どういうお返しだよ。前置きはここら辺にするよ。効果は別々に降りて、私はグリーシーに降りました。いい感じに体力回復が手に入ったので合流しに行こうと思います。アンチ外耐久はどの場所で行うんですか？今回はキャバーンで耐久するよ。あそこは回復の宝庫だからね。運よくキャバーンがアンチ外になったね。これも運が良い。このムーブはほぼ運ゲーだからね。キャバーンがアンチに入ったら武器持って倒しに行ってたかも。キャバーンがアンチ外になることが前提のムーブなのか。まあいろいろ方法があるんだけど、キャバーンが一番安定するから選んでいるよ。一旦、キャバーン付近まで回復を運ぼうか。よしよし、なるべく島の端っこを移動して、敵と遭遇しないように移動してきたよ。遭遇したらその時点でアウトだろうな。まあ武器持ってないからね。相方さんに回復をここに集めてもらいました。まずは回復集めなんだね。アンチ外ムーブの基本ですな。まあそれしかしないんだけどね。相方さんここにも回復を置いてくれてるね。めちゃくちゃ行動早いですね。今回、早めにキャバーンに来たけど、敵がいる場合がほとんどなので本当は注意が必要だね。1戦目からかなり運がいいですな。ということで私も回復を設置していくよ。ほえ、今相方さんの声がしたぞ。ボイチャの音声抜けなかったので入っちゃってます。敵がいるみたいなので警戒していくよ。ボイチャジャンパ無限に飛ぶやん。ジャンパで飛び回ってるみたいですね。中には入ってこなそうかな。それならいいんだけど、ぶっちゃけここで攻め込まれたら結構きついでしょ。ああ、戦う準備はあまりしてないからね。お、アンチに向かって行ったっぽいぞ。よしよし、危なかったけど一旦セーフかな。アンチ外でも移動系のギミック多いし、敵が来る確率も高そうだな。そうだね、そこら辺も考えないとこのムーブはきつい。引き続き回復を集めていくよ。キャバーンの中にスリスポットがあるのは優秀だな。ハープーンが出たからさらにラッキー。シールド駆使とケブ？おいおいフラン、アンチ外耐久でシールド回復はいらないだろ。いや、それが FNCS ではかなり重要なアイテムなんだ。どういうこと？戦闘でもするの？ストームサージ、ですね。そういうことか、やばいやんけ。終盤とか毎秒10ダメージに加えて25ダメージ。ああ、ケブとかシールド駆使なかったら余裕で死ねます。なるほど、マッチによってはストームサージが発生しない場合もあるから、それも運だね。発生しても大丈夫なように準備はしておく。これ死んじゃっていいですか？大丈夫よ、あとは任せて。回復全部落としとくんだよ。了解、後で回収しに行くわ。あれ、まだ金庫開いてなかったの？そう、びっくりした。こんなの珍しいよ、本当に。めちゃくちゃ運がいいね。これはいけるところまでいけそうだ。これやばいわ、これだけあれば全然いける。金庫の回復全部使えるときってなかなかないですもんね。はい、現在毎秒5ダメージです。何もしなかったら20秒で体力0か。体力55までなら値引きで耐久できるので、この間は値引きで耐えていくよ。おい、ストームサージ警報来たぞ。大丈夫大丈夫、まだ慌てる時じゃない。警報の時点で54人か。これなら発生する前に終わりそうですね。ああ、50人サージは余裕そうだけど30人サージがきつそうだな。サージダメージも込みで耐えないといけないのか。おい、発生してしまったぞ。フラン、ケブを使わないと。いててて、早く終わってくれー。実はケブだけじゃサージは耐えきれないんだ。早めに終わってくれれば全然大丈夫なんだけど。今残り人数51人。あと1人でも減ってくれれば。くぅ、長いな。これが長引けば長引くほど回復が辛くなる。頼むように終わってくれー。まさに神頼み。48以下なので最初にダメージ与えておけば大丈夫そうでしたが、それはリスキーなんだよな。あ、サージ終わった。ナイスサージ耐え。よし、残りは30人サージを耐えて、回復を使い切る。フラン、頑張れよ。ここまで来たなら最後まで決めちゃいましょ。絶対予選通るぞ。もう毎秒10ダメージだ。順位ポイントもやっと入り始めたぞ。さあ、最難関の30人サージ。ここをうまく耐えしのげばワンチャンある。キャバーンにあるスラークタンクもふんだんに使って耐久するぞ。よし、いい感じにタンクもあったぞ。いけうはぁ、30人サージが発生してしまった。耐えろフラン。ここが正念場だぞ。シールドフィッシュは2匹しかいない。あまりサージ耐久はできない。頼む、終わってくれ。うおぉ、サージ終わった。今回短かったな。
とアンチ内で戦い合ってくれたのであろう。感謝だな。これめっちゃいい感じなんじゃないです？やばいくらいいい感じ。回復アイテムがサージダメージ食らっても回復しきる勢いの量あるから、このままなら最後までいけるかも。マジかよ、1戦目でこれは幸先がいいな。クラウン、落ち着いて回復するんだぞ。あー任せておけ。ていうかここの回復もう終わりじゃないですか？あー、もう終わりだよ。手持ちの回復で最後？これきつくないか？ちっちっち、ここにある回復アイテムが最後なだけだ。どういうことだ？ってことで移動するよん。お、あったあった。あれ？ここの建築、最初に隠しておいたやつだ。まだまだ貯蓄はあるのだよ。ジャブスプとフロッパーとクロムベリー、これだけで足りるか？これが最後じゃない。次の場所が最終地点さ。予想をはるかに超える量の回復ですね。またヤワラさんの動画で出してクリップされるやつだってこれ。なんか予言者がいるぞ。なぜ動画になるとわかったし。正直、やってる側としては勝ちを確信していたからね。そんなにまだ残ってるんですか？多分もうすぐ見えるはず。うひゃー、ありすぎる。アンチが閉じ切るまで残り2分40秒。焚き火と組み合わせればネジキも3つ使える。ほう、これなら焚き火の再戦かなしでネジキが使えるな。そうだね、毎秒10ダメージで30秒稼げるめちゃくちゃ効率の良い技だよ。ネジキさんもこんな感じで使われるなんて思ってないだろうね。クランさん、ラスト2分です。これマジでワンチャンあるぞ。回復足りそう？微妙だな。包帯も使って限界まで耐久する。アンチ閉じたぞ。ここまでよく耐えたわ。まだ回復は残ってる。さあ勝負。待って待って、めちゃくちゃ残ってるやん。残ってはいる。でもアンチ内の回復アイテムの状況がわからん。ワンチャンアンチ内に大量の回復アイテムがあったら負ける可能性もあるもんね。そう、だから気が抜けない。はぁ、あ、はぁ、あ、長い。もう15秒経ったぞ。残りこれだけか。頼む、勝たせてくれ。どうやら勝ったぞー。マジかよ、まさかビクロイするとは。FMCS 予選でビクロイって、かなり難しいことだぞ。めちゃくちゃ幸先いいですね。これ予選通過、ワンチャンあるんじゃないですか？これがうまく続けばワンチャンあるな。よし、続けてもう一戦行ってみるぞ。序盤は回復集めだけなので飛ばしました。一気に中盤ですな。回復の量はどんな感じ？まあまあ、かな。でも今回は秘策がある。あと怖いのは。ストームサージ。これがどれくらい長いかで決まる。山場ですね。まずは50人サージ。そろそろサージ発生するな。止まってやばくね。50人サージで60人もいるやんけ。50人になるまで25ダメージを食らい続けるのか。大丈夫、シールドケグ、シールドフィッシュを大量に仕入れておいたよ。普通の回復を集めるだけで大変なのに。これが FMCS でアンチ外耐久をする難しいところ。難しいというか普通は無理なんだよね。さあ来い、耐えてやる。クランさん耐えて。まだ60人近くいる。長いぞ。はぁ、あ、はぁ、あ、おかしいだろ。もうすぐ1分だぞ。1分間サージとアンチダメージ耐久するとか正気じゃねえ。もうケグも少なくなってきた。頼む、終わってくれ。うおー、終わったー。フランさんナイスです。まだ30人サージが残ってるけど、山場は超えたぞ。きっといける、頑張れフラン。毎秒10ダメージ、そしてもうすぐ30人サージ。来てしまった。まだシールドケグが2個ある。おいフラン、今回人数少ないぞ。あと2人やん。これはいけるぞ。あと1人。来た、耐えた、耐え抜いたぞ。ナイスすぎ。あとは回復をし続けるだけですね。頼む、回復、足りてくれ。これでキャバーンの回復は終了。え、これで終わり？まだアンチ閉じ切るまで2分以上あるぞ。絶対足らないだろ。おいおい、聞いていたか。キャバーンの回復が終了と言ったのだ。どういうことですかね。まだ別の場所があるということだ。最初に言ったろう。秘策があるって。何を言ってるんですか。レッツゴー。毎秒10ダメージだぞ。血迷ったかフラン。至って冷静さ。ここから何するんだよ。マラソンです。やっぱ血迷ってるわこの人。みんな何を言ってるんだ。私はさっきも言った通り冷静だよ。これ見ろ、まだ回復はある。え、なんでこんなところに。さすがですフランさん。でもこれでも足らなくない？まだ1分以上あるぞ。ふっ、この回復は不敵に過ぎない。さあマラソンだ。
よし、見えてきた。おい、なんだよこの回復は。このマッチはケバーンに敵が大量にいたからこっちに回復を待機させておいたのさ。回復の量エグすぎだろ。絶対足らないと思ったのに。私の中身のジェムさんは血の滲むような日々を過ごして FNCS でも耐久できるムーブを研究していたのだ。その努力をここに捧げるんだよ。ちょ待って、回復終わっちゃったんだけど。おいマジかよ、もうアンチ閉じてるのに。くぅ、ここまで追い詰められるとは。50人サージ、30人サージも耐えたのに。このマッチは負けですかね。ふっふっ、奥の手って知ってるか。奥の手は隠しておくから奥の手なんだぜ。まだ何かあるのかよ。まあ手作り程度だが、一応ここにも置いておいたんだぜ。マジかよ、まるで4次元ポケットですね。さすがにこの量なら敵さんも。よっしゃー、2年ビクロイ。FNCS の予選とはいえ、2年ビクロイはエグすぎだろ。これ1000人前ならいけるんじゃね。よし、このまま頑張るぞ。その後、4試合うまくいかなかったが、7マッチ目。はぁ、はぁ、残り5秒でアンチが閉じる。クランさん頑張って。アンチ閉じたぞ。このマッチでビクロイすれば1000人前は硬い。おいもびタイムか。トップに、オンビワン。めっちゃ、あ、多分これ撃ってるから、こいつ回復ねえわ。ナイス。よし、3回ビクロイしたぞ。これマジで予選通過いったんじゃないか。結果発表に移ろうか。ということで、これ動画確定や。これ相方さん未来予期するな。結果はこちら。やったー、273位、予選突破。マジでラウンド2へ進んじゃったよ。クランさんの中身のジェムさん、その相方のライムさん、マジですごい。運が良かったのもあるかもしれないけど、それにしてもすごすぎる。いやーマジで良かった。正直、突破できるとは思わなかったから本当に嬉しいよ。あ、そうそう、皆さん、重ねて言いますが、今回、私の中身はジェムさんです。ウプ主ではないのでご認識を。皆さん、ジェムさんはアンチ外ムーブで今もなお戦っています。皆さん、ぜひ、コメントで応援してあげてください。続きも引き続き、頑張ります。概要欄にある Twitter にぜひフォローしてあげてください。ということで続きも頑張ります。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。まさかの、予選突破しちゃいましたね。回復に加えて、ストームサージも耐え切るとかマジでヤバすぎだぜ。そして、最初の予選は全員出れるけど、ここからは勝ち上がった人たちのみ。ここから本当の魔境、プロゲーマーでも落ちる選手はザラに出てくる険しき道。果たして、さらに次へ進めるのか、伝説を間近で、ご覧ください。高級料理店。フラン、今日は心ゆくまで料理を堪能してくれ。頑張ってグルナッツで星5のお店から選んだんだ。きっと美味しいはずだ。星5、そんな美味しいお店をわざわざ選んでくれるなんて。いやいや、フランのためだよ。このくらい当たり前さ。やだ、マリサさん。私のためだなんて。そんな、何この急なイチャイチャ展開。お客様、料理をお出ししますね。おったか、お願いします。こちら、オードブルでございます。うわぁ、本格的だ。コース料理だからね、どんどん出てくるよ。こちら、魚のスープとパン、フロッパーを添えて、です。美味しそうなスープだ。でもさっきの魚がついていたな。ここは魚を推しているお店なのか。お待たせしました、メインのステーキです。また魚があるのは一体何なんだ。これが高級というかレアなのはわかるけど。お次が当選自慢のお品になっております。お、これは期待が高まるな。楽しみだ。デザートのフロッパーです。ちょっと待てー、いくら高級とはいえこんなにフロッパー食いたくないよ。一生懸命このお店を選んでくれたマリサには失礼だけど、これはさすがに。いいのか、食べないと体力なくなるぞ。え、何言ってるのマリサ、怖いぞ。今毎秒10ダメージだから、食べないとやられちゃうって。フロッパーいっぱい食べるのは大変だと思うけど、意識を取り戻して、ほら。毎秒10ダメージ。耐久。FNCS。おいフラン、聞こえるか？フラン。むにゃむにゃ。こんな料理食べられない。お風呂、FNCS の真っ最中だぞ。ほえ？ね、寝てたわ。フロッパーの料理が大量に出てきて。フランさん、寝ながらアンチ外耐久してたんですか？そうだ、思い出した。FNCS の準々決勝の真っ最中だった。そうだよ。フロッパーの食いすぎで意識失ったまま耐久してたのかよ。お前すげえな。やばいやばい、集中しないと。フランも意識を取り戻したということで、一旦本編へ移動しますか。それでは本編へ。レッツラゴー。いやっほーい。改めましておはこんばんにちは。ゆっくりフランと。霊夢です。あやです。マリサだぜ。ということで、FNCS 予選1の準々決勝へ参加していくぞ。
この大会は FNCS の予選1のラウンド1で1000位以内に勝ち残った人だけが出れる大会だね。こちらの動画の続きになります。見事1000位以内に入賞して準々決勝へ進めましたね。ってことは今回のフランの中身は、はい、ウプ主ではありません。アンチ外耐久が得意なジャムさんが私の中身です。ジャムさんすごいよな。アンチ外耐久だけで予選通過しちゃったんだもん。もちろん今回もアンチ外耐久をしていくよ。ジャムさんのツイッターを概要欄に貼っておくので、ぜひフォローして応援お願いします。今回はどこに降りてるんだ。グリーシーの左下に降りたよ。風力発電のところは敵来るけど、ここら辺は割と安全。確かに被ってもすぐ逃げられそうな位置だな。裂け目もあるし、敵がいなそうなところに降りて回復集めですね。前回と変わらずなムーブ。あれ？武器持ってません。ああ、今回、初動は武器を持つことにしたんだ。あのジャムさんが、戦闘をする、だと。まあ私の中身、ジャムさんは動画ではずっとアンチ外耐久していたからね。前回はストームサージに苦しめられたからね。少しでもダメージを与えておこうと思ったんだ。確かに、ラウンド1はストームサージエグかったもんね。風力発電のところから打ち返してきた敵もエイムいいな。ラウンド1に勝ち進んでるだけあるね。当たらないわ。さすがに距離も離れてたもんね。ダメージ与えるのは諦めて回復集めしますわ。海沿いを回っていく感じ？そうね、魚釣りとかしながら一旦、キャンプカドルまで向かうよ。キャンプカドルは医療ミスト売ってる NPC いるからね。そうでしたね、5個買えば150回復が5個分。でかい。でもラウンド2だからうまくいくかわからんのよね。確かに、ラウンド1を突破したチームたちがどんな立ち回りをしてくるかわからんからな。他のムーブをする余裕はないから、いつもの立ち回りで行ってみますわ。キャンプカドルまで敵と遭遇せずに来れたわ。これはでかい。でも、アンチが入っちゃってるんだよね。キャンプカドルはアンチ入ってるけど、本命のキャバーンはアンチ外れてるね。できればキャンプカドルにも回復を残しておいて、キャバーンで耐久した後、回収しに行きたいけど。なんかこれ、払おうがいいかも。あの、ミスト売ってないっす。ほげえマジか。ここで医療ミスト買えないのはでかいですね。ミスト買えない時の成功率が極端に低いからな。払い手にアサルトを売ってます。先行きが不安ですな。こうなったらキャバーンにある回復でどうにかするしかない。リフロイしなくても行けるところまで順位を伸ばしたいですね。な、何してるんだ。敵がいたから持ってるよ。一緒にあっちで隠れるんじゃダメなのか。だってこっちの方がスリルあるじゃん。大会でスリル求めるな。よっしゃー、やっとアンチ外。アンチ外になって喜ぶのは本来おかしいんだけどな。まあアンチ内よりは敵と遭遇する確率減るからね。ここから本番ですな。今回、ラウンド1の時みたいに事前に回復を集めることができなかったから、どこまで耐久できるかはこの後の回復集めにかかってる。頑張れ、練習の成果を見せる時だぞ。ああ、FNCS のためにあさるルートは練習しておいたんだ。前回まであさってやる。おい、近くに敵いたんかい。これは予想外。まだ毎秒1ダメージだからいてもおかしくはないんだけど。アンチに向かっていっただけのようですね。ラウンド2は結構アンチ外ムーブをする人も多いから、アンチ外でもケアは必要そうだな。だが、幸いなことに人数の減りが早い。マジかよ、これならストームサージも起きないんじゃない。起きないかも。それならまだワンチャンある。諦めずに頑張れ。均衡チェック。よし、メディット医療ミストがある。キャバーンの金庫で出たメディキとかは余るよな。キャブスプとかは持ってかれちゃうけどね。アンチ外耐久ならメディキの方が優秀。メディキさん、出番があってよかったですね。相方のライムさんはここでお役目終了。さあどこまで集められたのか。今回、釣りがうまくいったのは大きい。ライムさん、回復何あります？なんだこれ。クローンベリー4と、クロッパー3と、ミスト2本と、メディキ3。うおー、ラストの物資でそこまで集めてくれたのか。フラン、感覚的にどうだ？微妙なところ、ストームサージが発生しなかったらワンチャンある。大会は時間が決まってますから、行けるところまで行きましょ。ワンチャンサージも起きないかもしれないしな。せっかくラウンド1を突破したんだ。トップ250。厳しい関門だけど通過したい。通過したらアンチ外耐久で準決勝はアジア初かもね。アジア初、マジか。よっしゃー、絶対突破するぞー。現在毎秒8ダメージ。8ダメージでもミストを使い始めてるってことは、そう、値引きが足らなかった。毎秒10ダメージした。ここから5分以上の耐久が必要。回復に換算すると3000以上。頑張れ、集めた回復の量を信じろ。あとはこういうスラークタンクも活用する。まだ残っていたのか。だいぶ壊されちゃってるんだけどね。少しだけど残ってる。医療ミストを使いながら移動して壊していくわ。やれることはやりきる、ですね。
よし、壊せるタンクは壊してきたぞ。あとはここにある回復だけか。いや、2箇所に布石を打っておいた。焚き火も使って限界まで目引きを使えるようにしておいたよ。まだ目引きあるの？焚き火用に残しておいたのさ。そっちの方が効率良さそうだからね。追い込まれて焦ってると思いきや冷静な判断。さすがラウンド1を通過してるだけはありますね。毎日ずっと耐久の練習をしてるからな。知恵に加えて経験も生かしていくよ。オッケー、キャバーン内の回復は全て終了。フラン、まだ2分以上残ってるぞ。いけそうか？マジでわからん。今回は本当にギリギリのライン。ここまで生き残ってるだけですごいぞ。頑張れフラン。一箇所目の焚き火回復は全て終了。マジか、でもフロッパーとイオンミスト、まだ移動できそうだな。ワンチャンこの丘の先にある場所のスラークタンクが割られてなければ。フラン、最終暗記。残り2分か。くぅ、微妙すぎる。頼む、タンクあってくれ。ロー終わったー。これはでかい。二箇所合わせて100回復分。値引き1個分くらいの効果はある。あとは、最終地点まで移動できれば。まだミストとフロッパーもあるぞ。ちょっと距離が遠いんだ。もう、やるしかない。ここのジャンパー使ってすぐ着地する。むずいぞ。頑張れ。すぐ着地じゃあ。やばいやばい早く。ギリギリいけそうですよ。着地、すぐフロッパー。ギリギリセーフ。最終地点まではいけそうか？いけるもう目の前。ナイス、あとはお祈りだな。ここの回復を使い切る。フラン、アンチ閉じたぞ。残り2人、1対1対1。ここまで生き残れてるだけでもすごいですよ。いやだ、私はビクロイする。すごい執念だな。あの絶望的状況から勝利が見えてるんだ。諦めたくはない？そこの建物の中にクーラーボックスが出る。ワンチャン何かあるかも。建築いっぱいあるし、漁られてそうだけど。待って、フロッパーある。マジかよ、この状況でフロッパーはデカすぎる。しかも2個。これは勝ちたい。頼む、足りてくれ。一応、周りに回復アイテムないか探しに行くわ。医療ミストも終了。さっきのフロッパーを食べるしかない。頼む、勝たせてくれ。ナイスナイス。ほら、勝ったぞー。いつだろ、ビクロイしちゃったよこの人。 FNCS のラウンド2でビクロイはヤバすぎ。しかもアンチ外耐久で。ラウンド1の時より通過ボーダーポイントは下がると思うので、このポイントは本当に大きいですよ。このままいけば準決勝。ごくり、やるしかない。このまま頑張る。しかし、次のマッチ以降、一度しかうまくいかず、ポイントを伸ばすことはできなかった。次に上位まで行けばワンチャン準決勝へ行けるというギリギリな状況で最終マッチへ。はぁ、はぁ、いよいよ最終マッチ。後がない。相方のライムさんヤバそうだぞ。くん、敵と会ってしまったか。早く、早くやめて。あぁ、相方さんが。これはしょうない。敵と遭遇したらどうしようもない。これはどうするんだ？最終マッチだからアンチ外になるまで待ってリブート。そこから回復アイテム回収だな。また回復が足りるか微妙なラインだな。ああ、だがやるしかない。ボット、イオンミスト撃ってるボット、また倒されてる。嘘だろ。初動の戦闘に巻き込まれちゃったのかもな。またストップきつくなりましたね。間違いない。でもやるしかない。よしよし、なんとかリブートして、キャバーンまで来れたぞ。あとは回復集めだな。え、危険された。近くに敵がいるってことだぞ。中に人影はない。ってことは外側の一番上か。攻め込まれたら絶対絶命だぞ。もうすぐ第二アンチ収縮だぞ。もういないんじゃないか。いや、さっき足落としたんだ。マジで？その敵さん、ボーダーギリギリでフランさんと同じように耐久をしているのかも。それだったらマジでやめてほしい。アンチに向かうことを願おう。今、相方さんがスキャンしてくれた。敵の気配なし、移動してくれたみたい。よかった、これで回復集めができる。だけどかなり時間が経ってしまった。回復が持つかどうか。このマッチで準決勝に行けるかかかってるんだぞ。頑張れフラン。伸ばせるだけ伸ばす。なんとか10ダメージまで来たぞ。ここからどこまで伸ばせるか。やれることはやりきりたい。タンクは全て壊す。オッケー、今回めちゃくちゃタンク残ってて助かった。でも、回復は残り少ない。
最終アンチまで行けるかどうか。でもごめん、残り人数めちゃ少ない。マジか、これはワンチャンあるか。この人数なら最終アンチに行く前にもう少し減るかもですよ。頼む、耐久の神よ。私を救ってくれ。そんな神いるんですかね。クラン、最終アンチ、これ耐えればアンチ閉じるよ。く、だが、もう、包帯しか残ってない。これはもう厳しそうだな。フランさん、ナイスファイトです。うわぁ、何かの奇跡でビクロイしてくれー。ほげー。GG、でもフラン、3位だよ。最終ポイントは、いくつまで稼げたんだ。81です。これどうなんでしょうか。際どすぎる。結果見たくない。通ってることを祈ろう。行くぞフラン。結果発表。よっしゃあ、248、準決勝進出。すごすぎる。これ、1ポイントでも落としてたらゲームオーバーでしたね。ナイス粘りです。同じ81ポイントの人が何人もいたけど、ビクロイしてるから上位になれたのね。あのビクロイがなかったら準決勝いけなかった。頑張ってよかった。それにしてもフランの中身、ジャムさんは偉業を成し遂げましたね。ヨーロッパでクレイ選手や、ボントレックス選手がアンチ外ムーブで通過してましたけど、アジアでは私の中身、ジャムさんだけがアンチ外耐久で準決勝に進出できたんです。ここで動画の尺もないのでネタバレなのですが、ジャムさんは準決勝で惜しくも敗退してしまいました。準決勝は準々決勝の日にならないくらいストームサージが発生して難しかった模様です。決勝進出はできなかったとはいえ、ジャムさんはアジア初の偉業を成し遂げました。FMCS 以外の大会でもアンチ外耐久に挑戦をし続けています。重ねて言いますが、概要欄にジャムさんの Twitter アカウントを貼っているので、ぜひ、皆さんフォローしてジャムさんの奇跡をリアルタイムで追ってください。この動画が好評なら、続編も作成しようと思います。皆さん、ぜひ、チャンネル登録の上、コメントくれると嬉しいです。ということで今回の動画はここまで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。ジャムさん出演の動画はこれが最後、ストーム酔いが出現する前、最後の大会だね。これ以降、本来のアンチ外耐久はできなくなっちゃったんだよな。先に言っておくと、ジャムさんと私たちでアジア初の偉業を成し遂げるよ。アジアのトリオチャンピオンカップを、アンチ外耐久のみで上位に行ったチームは、この時誰もいなかったんだぜ。アンチ外耐久勢の努力の結晶、もう一つのアンチ外耐久、デイリーリューグルアンチ外耐久を、ご覧ください。嘘だろ、なんだよこのストームは。無人島で遊んでただけなのに。勝手に遊んで宝鉢が当たったんじゃね。とにかく、家に帰らないとストームダメージでやられてしまう。すぐに帰ろう。雨だからみんな離れないようにね。迷子になったら終わりだ。大丈夫だってー。あれ、アンチ外耐久のジャムさんじゃね。こんなところで何してるんだ。耐えろ、耐えるんだ圧弁くん。はい、頑張って回復します。そうだ、クロッファーを食べ続けろ。すごいな、こんなところでアンチ外耐久の訓練をしてるとは。今のうちに頑張らないと。アンチ外耐久はシーズン2以降、できなくなる可能性があるんだから。え、アンチ外耐久ができなくなる？あれ、霊夢さんたち、どうもこんにちは。さっき、アンチ外耐久ができなくなるって。あ、疲れてましたか。運営がアンチ外耐久に厳しくなっているので、そう思ってしまっただけですよ。あ、そんなことより、シーズン2、最後のトリオチャンピオンハイプカップに出ませんか？え、チャンピオン、一番レベル高いやつじゃん。あと、もちろん、マリサさんとフランさんの体をお借りします。え、いいよ。ちょっと勝手に。ということで乗り移ります。失礼しまーす。またこの流れか。乗り移られちゃう。ということで、マリサとフランを連れて、トリオチャンピオンカップへ、レッツラゴー。始める前に皆さんへお知らせです。シーズン3からストーム酔いという新しい要素が追加され、いよいよ、アンチ外耐久ができなくなりつつあります。もしかしたら、アンチ外耐久はこの動画が最後になるかもしれません。皆さん、心してご覧ください。では、本編へ。いやっほーい。改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と、ジャムさんが乗り移ってるフランです。感染するアヤです。アツベンさんが乗り移ってる、マリサだぜ。ということで今回は、トリオチャンピオンカップに出場していきます。うちの動画で初めての大会じゃないか？そうだね、トリオは普段、コンテンダーだったもんね。シーズンのラストでチャンピオンに行けたので出場するよ。あれ、今回はジャムさんたちが乗り移ってるってことは、もしかして。その通り。全試合、アンチ外耐久をします。マジで言ってるんですか？大丈夫、今回はジャムさんだけじゃない、ジャムさんのお友達のアツベンくんもいる。マリサに乗り移ってる子だね、この子もアンチ外耐久をしてるのかな？アツベンくんもアンチ外耐久を研究してる人で、ソロアリーナの勝利数はジャムさんを超えるみたい。ジャムさん超えの勝利数、それだけでインパクトありますな。私はお二人の指示に従って、動いていきますね、もうすぐ降下です。まずは灯台下にみんなで降りて、医療ミストを売ってるボットに話しかけよう。さすがにここへ3人も来るパーティーはいないから大丈夫だろう。スリーピーから撃ってきてる敵がいるね。その敵たちは要注意だな。まあ距離は離れてるし、大丈夫だろう。この後はどうするの？
ボートに乗って、こんな感じで移動していきたいから、まずは丸のエリアがアンチ街になるか確認だな。やはりケバーンとカドルで耐久するんだね。あれ、でも今回アンチに入っちゃってますけども。マジかよ。うんないな。はぁ、これは落下しか何かして戻ってやり直しですかね。マリサどうする？まだ試作段階だったけど、もう一つのアンチ街耐久する？そうだな、上位目指すんなら時間もったいないし、一挙かましますか。え、お二人とも何言ってるの？アンチ街耐久はケバーンでしかできないでしょ？まあ一番成功率が高いのはそこだね。でも他の場所でもできる、ただ難易度が高くて成功率が低いんだ。まさかケバーン以外でできるなんて。私も知らなかったです。ここからは未知の領域です。作戦変更ってことで海沿いを渡っていくよ。デイリーリューブルに向かうのか。こんなところで本当に回復できるのか。ただ向かうだけじゃないぞ。移動しながらいろんなところに回復を置いて準備していくんだ。よくわからないけど指示に従います。霊夢、最初に買った医療ミストちょうだい。追って渡すわ。私はどうすればいい？このまま海沿いを進んで回復を集めてくれ。その後また指示する。了解。ほいほい、一旦集合。ここも金庫を開けるんだね。開けたら霊夢はデイリーリューブルへ移動して魚釣り、私とマリサで回復の設置をしましょう。了解、魚釣りなら私でもできそうだ。よかった。他の二人は高度な準備をしてるんでしょうね。どうやって耐久するか楽しみです。霊夢、裂け目で各地に移動するぞ。ちょっと待って、あ、霊夢、何聞いたらやってるんだよ。ごめん、頑張るから。ねえ、どれだけ効率よく早く漁れるかが勝負だからな。気張ってくれよ。オッケー、素早く漁る。マスは言われた通り、ここら辺に回復を置いてと。そしたらここで値引きを購入。今回値引きだったか、運がいいね。包帯の時は外れだからな。よしよし、いい感じ。よし、いい感じに集めたよ。言われた通り、ここら辺に回復を置いておきます。てか、なんでボートのミサイルの音がするんですか。はぁ、はぁ、私が持ってきたんだよ。海から？何のために？デイリーリューグルの建物ごと破壊して、回復を集めるためさ。そんな目的が。大胆ですけど、効率よく回復を集めれますね。本当に未知の世界です。よし、霊夢のお仕事はもう少しで終わりだよ。ここら辺の魚釣りをして、あとなんだっけ。もう一つの湿地帯にある焚き火のところに値引きを置いといてほしいんだ。了解了解、それくらいならできそうだ。よし、あとは値引きを置きに行ってと。てかマジで建物2つなくなってる。せっせん、これで大量の回復をゲット。あとはアンチが閉まりきるまで回復が持つかどうかだな。フラン、あとは目引き置いたら死んじゃって OK? OK、役目終了です。あとは回復役のマリサに任せよう。霊夢、焚き火までの道を階段で作っておいたから、それで向かってね。マジで助かる。迷いなく進めますわ。この下だな。あったあった、あそこか。ギリギリ釣りできるかも。何か怖い。って両方いらないやつ。頑張ったのに悲しいですな。霊夢お疲れ、お仕事終了よ。あとは私に任せてくれ。ここからアンチが閉じ切るまで耐久なんてできる気がしないんだけどな。まあぶっちゃけ回復の量が足りてるかどうかが全て。感染で祈っててくれ。もうすぐ5ダメージ。バトルスタート、だな。マリサ、落ち着いていけよ。大丈夫、いたって冷静さ。毎秒5ダメージの時はどうやって耐久するの？デイリーにまだ大量のメディスト、包帯も残ってるから、それを優先して使っていくよ。毎秒8ダメージに変化。ここからは移動が一気にしにくくなる。でも体力が81以上の時なら、値引きを負けるからまだ余裕はある。毎秒10ダメージになっちゃうと値引きだけじゃ回復できないもんね。ということで値引きを巻き終わったら、回復しながら移動していくよ。あ、私の残骸。ここで霊夢の値引きも回収。この値引きが重要なんだよな。あれ、そんなところに回復が。いつの間に。私が設置しておいたのさ。なんと、この準備をしていたのか。毎秒10ダメージになっても、焚き火があれば目引きを3つ分消費できる。この3つ分はマジで大きくて、時間に換算すれば30秒、クロッパー約8匹分。目引き、舐めていたよ。ここまで重宝されるとは。20ダメージだよ。ここからは一つのミスも許されない。集中していきます。オッケー、値引き負けた。次はどうするの？霊夢、私たちはどうやって移動してきた？どうして？海岸を順に。そう、移動しながら回復を散りばめておいたのさ。だからその回復を今から回収していくんだよ。私は速攻でデイリーに移動してたけど、まさかそんな落とし物をしていただなんて。まさに、ヘンゼルとグレーテルムーブ。なんか合っているような合っていないような。
お、フランの残骸のところまで来たぞ。へへへ、めちゃくちゃ回復置いといたわ。マジやん、どんだけ医療ミスト置いてあるんだよ。ここでしばらく耐久できそうだな。ワンチャンこれビクロイいけるんじゃね。いやー、練習の段階でも何回かしかビクロイできなかったじゃん。このムーブそんなに難しいムーブなのか。回復量がキャバーンに比べて圧倒的に少ないからね。でもギリギリまでやってみるよ。よし、四つ目の焚き火を使用することに成功。まさかここら辺の焚き火全部に回復が置いてあるとは思わなかったよ。実はまだもう一箇所ある。マジかよ、これいけるんじゃ。皆さん、残り1分でアンチが閉じて、現在2位です。もう2位なのか、とりあえず目標達成。ビクロイしたら5ポイント追加。上位狙うならビクロイしたい。頼む足りてくれ。マリサ、アンチ閉じた。ここからが真の回復勝負。回復はこれだけある。ワンチャンあるぞ。少しでも時間を延長したい。なんかなかったっけ？奥に焚き火あるかも。オッケー、行くわ。待って、アンチにいた敵さん回復持ちすぎ。すごい粘りだな。さすがチャンピオンカップ。こっちもこれだけ回復を用意したんだ。頼む、勝たせてくれ。もう、回復が。頼む。よっしゃー、ビクロイしたぞー。マジかよ、勝っちゃった。練習では全然勝てなかったのに、本番でビクロイってガチでやばいな。おい、これワンチャン上位いけるかも、だぞ。そうだな、キャバーンがアンチ外になることを祈って、このままやっていこう。レッツアンチ外耐久。行くぞー。皆さん、あの後順調にアンチ外耐久が成功し、戦績はこのようになりました。なぜか初動と中盤で敵を倒したりして撃破ポイントも入ってるっていうね。1位が2回、2位が2回、順位は最高にいい感じ。そしてポイントは106。なんとこのラストマッチでビクロイすればまさかの2桁順位まで見えてる状況です。ちなみにトリオチャンピオンカップをアンチ外耐久で2桁順位を取った人はアジアでまだいないんだ。アジア初、ワンチャンあるぞ。絶対ビクロイするぞ。まずは無事に着陸成功。あとはキャバーンがアンチ外になるかどうかだな。デイリーの耐久は成功率低いからできればキャバーンがいい。頼む、大人の神様。アンチ決まった。マップを。さあ、神アンチ。これマジでいけるぞ。何回キャバーンでアンチ外耐久したと思ってるんだ。努力の全てをぶつけてやる。まずは海沿いギリギリを沿ってキャバーンまで移動しよう。敵が撃ってきたら資材使いまくって壁で守るぞ。やばい、敵にバレた。壁を置くぞ、資材が切れるまで置き続けろ。全速力。はぁ、マジで死を覚悟したわ。あそこで詰められてたら終わってたけど、賢い敵さんたちで助かった。これからどうすれば？サドルの焚き火に今持ってる回復を置いて、キャバーンを全力で漁ってくれ。時間がない。了解、速攻で移動する。オッケー、順調に釣りをしております。ナイス、私とマリサも合流してる。外側と中の宝箱は任せて、霊夢はそのまま釣りを。了解。霊夢、集めたやつはここへ。了解、任せろリ。はぁ、はぁ、こんなにハープーン使ったの初めてかも。霊夢今回マジでいい仕事してるぞ。想定以上に魚が集まってる。ナイスだぞ。ハープーン使ってるだけなのに褒められるなんて。アンチ外耐久では回復集めが技術の全てだからな。回復集めが早い人は優秀って扱いなんだよ。ほんと特殊な世界だよな。やばい、毎秒5ダメージだ。霊夢、最後のその乗ってる回復、真ん中へ持ってこれる？あともうちょい。私もダウンした。霊夢も真ん中まで来れそうだぞ。オッケーオッケー、釣り以外もできる限り集めたぞ。ナイス、耐久は私に任せろ。今回回復の量やばくね。今までいっぱいアンチ外耐久やってきたけど、これほどの量は初めてかもな。シーズン2の集大成、見せてくれ。オーケー、任せてオーケー。オッケー、毎秒8ダメージまで値引きだけで済んだぞ。毎秒10ダメージからここら辺の回復がふんだんに使えるな。なんかワクワクしてきたわ。あとは回復するだけだもんな。でもキャバーンにあるタンクは全て割るよ。使える回復は使い尽くす。オッケー、
キャバーンの回復は全て持った。あとはカドルに戻って回復だ。カドルまで移動できるほどの回復ありそう？霊夢、私たちを舐めてもらっては困るぜ。え？霊夢が先にキャバーンへ向かってもらっていた間、何もしてなかったと思うのか？例えばこの裏、非常にしたでーす。あの短い間でそこまで考えてるのか。霊夢さん、口が開いたままですよ。あとはここを低空ジャンパにして、カドルに戻るだけだね。異様ミスト2本にクロッパー8のキャブ。これは余裕で戻れそうだ。一応そこにも置いておいたけど、余分すぎたね。どんだけ置いてるんだよ。はい、到着。ここからは手慣れたもんだな。ああ、デイリーの耐久の何倍も練習してるからね。視聴者もこの光景はよく見てそうだ。オッケー、順調順調。もうちょいでアンチ閉じるぜ。クラン、アンチ閉じた。リクロイすればワンチャンアジア発。大丈夫、私たちが集めた回復の全てを信じよう。これがラストの焚き火。結構時間も経ってる、鉄板もきついはず。頼む。よっしゃー、ラストのリクロイ。やばすぎ。この大会、アンチ外耐久で3回もビクロイしたぞ。これ、総合成績でワンチャン上位入ったんじゃ。抜けた順位ならアンチ外耐久でアジア発。それでは行きますよ。結果発表。よいー、79位。チャンピオンハイクカップ、アンチ外耐久でアジア発の2桁順位。マジで今回ヤバすぎたな。アンチ外耐久でビクロイできること自体が大変なのに。いやー、シーズン2の最後に、いい思い出を作らせてもらいましたわ。ふふ、ジャムさんも喜んでるみたいよ。まあ参加者全員、トリオチャンピオンハイプで初めての2桁順位だからな。うぷ主に至っては初めての出場だったしな。これは本当に嬉しい。ちょっと唐突ですが、シーズン3ではストーム酔いのせいでアンチ外耐久ができないんですよね。ああ、聞いたぜ。でもまあ今まで楽しかったし、アンチ外耐久とはこれでおさらばだな。ああ、またアンチ外耐久できるようになったらいいな。まあまあ、いつか来るよきっと。皆さん、そろそろシーズン3の動画も上げていくので、お待たせして申し訳ないですが、もう少しお待ちください。大会が多いのでいいのが撮れたら動画にしていきます。そして良ければこの動画の感想を、コメントしてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくね。ということで今回の動画はここまで、また次の動画でお会いしましょう。それでは。ナンパ1回乗ってるから大丈夫みたいな。ナイス、はい、ナイスマジでやるマジでやるマジでやる。はいはい、勝ちました。もう勝ちました。ミニライガンです。お前、フラゲ立てんなってお前。これで負けたらもう。ユーヌカルワン。ユーヌカルワン。ナイス。やばすぎマジで。以上の動画が、ジャムさん、私たちの伝説でした。次の動画はおまけ的な感じか？そう、テオ大会の決勝戦で、とっさに思いついたアンチ外耐久の応用をするよ。きっと、ジャムさんに出会わなかったらこのムーブはできなかっただろうね。間違いないな、ジャムさんには感謝してもしきれないね。それじゃラスト、私たちの大会決勝での大技です。刮目してください。最近暑い。は？暑い。まだ6月なのになんなんだこの暑さは。しかもこの部屋扇風機も何もないし、マジで溶けてしまうぞ。私は適温だと思いますけどね。たまにいるよなこういうやつ。あーダメだ、暑すぎておかしくなりそうだ。今日40度近くなるらしいよ。はぁ、まだ6月だぞ。適温じゃないんですか？なわけないでしょ。ダメだ、限界だ。こうなったら内緒でうぷ主のお金使って何か買いに行こう。大丈夫かそれ。このまま焼け死ぬよりマシだ。よし、電気屋に行こう。都会は人がすごいですね。遠足みたいでワクワクする。外は余計に暑い。早く中へ。お、目の前に飛ばしカメラあるやん。入ろ。よし、店内に着いたぞ。あれが店員さん。めちゃくちゃ電気に詳しそうだな。こんにちは。いらっしゃいませ。どうなさいましたか？最近暑いので暑さ対策の家電を買いに来ました。なるほど。ではエアコンなどはいかがです？エアコン、エアコンがいいです。予算はまあまああります。うぷ主の金だけどな。かしこまりました。在庫を確認しますね。ジョニー、エアコンの在庫あるか？1台だけ残ってますね。よかった、できればそれを買いたいです。おいくらですか？こちらは、150万円です。はぁ、店員さん、おかしいでしょ。エアコンが150万だなんて。こんなのぼったくりですよ。いやぁ、そうは言ってもねぇ。部品の価格が上がってしまったんだ。オーストラリアのなんだけど。このままじゃ、あの暑い部屋で夏まで過ごさないといけないのか。そんなの嫌だ。店員さん、どうにか安くできない？そうだなぁ、パーツがあれば1000円で売れるけど。安っ。パーツなんてすぐ手に入らないからなぁ。もう、諦めるしかないのか。あ、そうだ。もしもし、オーストラリアのマイケル？
俺俺、スティーブ。今回のプロ大会の報酬って、エアコンのパーツだっけ？そうだよね、オーケー。君たち、まだチャンスはあるぞ。ちらっと聞こえましたけど、プロ大会の報酬がエアコンのパーツなんですか？そうです、一桁順位を取ればもらえるはずです。よし、よくわからないけど大会で勝ってエアコンを手に入れるしかない。暑い部屋はもう完全だからな。それではオーストラリアの大会へ、レッツラボー。いやっほーい。改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と、フランです。あやです。霊夢と一緒に出場する、マリサだぜ。さあ、オセアニア地域のプロ大会に出場していくよ。これに勝利して絶対エアコンを手に入れる。あれ、この大会って予選と決勝に分かれてませんでしたっけ？その通り、まずは予選を通過しないといけない。上位50組が決勝戦に出場できるよ。上位50組か。狭き門だな。ここでこけてたらエアコンどころではない。ポイント稼いでさっさと決勝へ行くぞ。予選は資材と物資が豊富で生き残りやすいデイリーを選択したよ。その代わり初動は被りやすいけどな。下に 1% 降りてるね。とりあえず武器ゲット。こっちの方が高いからな。有利ではあるはず。一人白2点、くー、最初の2発当ててればな。霊夢、海外サーバーであることを忘れるなよ。まともに戦ったら基本は負けてしまうと考えよう。そうだよね。建築バトルとかになったら勝てる気しないもん。まずうまく建築立たないもんな。なんだ？うわ、劣化が来てるわ。これは嫌な展開だ。三つどもえの時は先に戦闘すると不利になるからな。もう一つのパーチと戦い合うのを待ちますか。お、別パワー引いてるね。オッケー、これなら漁夫を警戒せずに戦える。マリサ攻めましょ。ちょい待ち回復する。待ってやばい。ちょ、鉄さんドラムショットガン持ち。やばいな、しかもこもられてる。海外サーバーはこうなると戦いにくい。初戦ってチャンスを伺うしかないかも。こっちに気をそらす。一人技だ。ナイス、一人でも倒せれば。右から攻める。待ってたまリロードしてる。私のところ二人。一人やった。目の前。ドラー。ナイスマリサ。ヘッヘン、海外サーバーでも攻めれるときは攻めるぜ。うまく初動を乗り切れましたね。この後はどんなムーブで行くんだ？そうだね、終盤は極力戦闘を避けて、終盤まで生存ムーブだな。海外サーバーの基本的な立ち回り、ですな。終盤戦うことはリスクでしかないからね。オッケー、じゃあゆっくり移動していきますか。よしよし、いい感じにアンチ内まで来れたぞ。ここまではスムーズだったね。あとはどうやって終盤を迎えるか、だな。はぁ？おい、嘘だろこの敵。中盤でアンチ外からハイドしてきてた。ごめんマリサ、私の警戒不足で。このタイミングでやられるのは最悪だけど、私もきつそうだわ。これは予選突破、無理かな。視点はマリサに変わるよ。変わってももうやられちゃうんだけどな。マリサさん、今の敵、別パから撃たれてません。マジやん、これはナイス。ワンチャンある、のか？よし割った。どういいところなのに。今度は別パからのヘイトをもらってしまいましたね。このままだとまずいか。おい、今電波飛んだぞ。マジやん、これならアンチ内まで行けるかも。ワンチャン出てきましたね。霊夢の物資回収して移動するわ。オッケー、めちゃいい感じ。一時はどうなるかと。海外サーバーで中盤死したらほぼ終わりだからな。撃破ポイントほぼ取れないから巻き返しが難しいんだよね。だが私一人で不利なのは変わらない状況。マリサ、頑張って終盤まで行って、決勝まで繋げてくれ。ああ任せておけ、あの暑い部屋で夏を過ごすのは絶対に嫌だからな。私はどっちでもいいですけど。良くないわ。ということで、レッツ単独終盤。アンチ決まったな。近めだけど移動厳しいねこれ。どこかがジャンパを使わない限り厳しいかも。あ、目の前ジャンパ置いた音がした。ナイス月耳。レッツゴー。アンチ内までは飛べなさそうなので着地したら走って移動ですかね。もう少し。待って、アンチ内にジャンパ置いてある。あそこで拠点を作ればジャンパが再利用できる。今、撃たれましたね。一人ってバレたか。詰めてくるかも。やっぱ詰めてきたか。マリサ、頑張れ。く、どうすれば。一体にはきつそう。一旦逃げないと。逃げる。そうか、間に合え。飛べナイス脱出。追ってくるかも。それも考慮して隠れる。そこは、さっき敵さんがいた場所。えへん、東大元暮らし。てか、これはナイス判断。順位も伸ばせそうだぞ。マリサ、アンチが移動を開始した。さっきの敵たちがジャンパを使うはず。もう飛んでるかも。マジやん、じゃあいける。アンチ外でも関係ない。レッツゴー。ナイスジャンパ。これで先端まで一気に行ける。ボックスで様子見ですかね。めっちゃ敵たちと被ってるから注意だな。マリサ、そろそろアンチ来るぞ。ちょっと待って。ほら、移動しないと。もうちょい待ち。今だ。
よっしゃ撃破。マジかよ、狙ってたのか。多分どうだろうと思ってたけど案の定だったわ。よし、ここからはキャラコンとパルクールで走ってアンチ内まで向かう。目の前、敵さんが固まってるから要注意。オッケー、上登って下に下る感じで一気に行く。ナイス、それは神移動すぎ。アンチに入りましたよ。よっしゃ、一つずつクリアしていくぞ。隣に敵がいて移動しにくい。マリサ、右隣、敵さんが登ってる。この丘は、よじ登りだな。ついていけるかも。その敵も一人かもな。一人ならワンチャン。ギリギリだ。どこ行った？屋根の中だ。そう、エイムずれたー。惜しい、まだチャンスはありますよ。この下にいるはず。せー、どやー。ナイスワンパン。少し資材増えた、まだ伸ばせるかも。一人になってからここまで来れるとは。しかも撃破してますし。中途半端なところでやられていられないからな。限界まで順位を伸ばす。アンチ外で回復しながらチャンスを待つ。ワンチャンスとあるはず。いい感じのところに肉も落ちてたわ。これで耐久できる。マリサさん、奥にいますよ。シールド付きで2点か。場所がバレてしまった。めっちゃこっち見てる。ダメだ、今顔出したら確実にやられる。ここでギリギリまで耐久するわ。ミストも50くらいしかないぞ。仕方がない、もういっか。この中にいるはず。シールドカット。やばすぎ、ここめちゃ固まってる。行くしかない。うはぁ、惜しい。ナイス読みだよ。よく順位伸ばしたわ。これ中盤でやられてたらほぼポイント入ってなかったからな。よしよし、次に繋げたぞ。予選はマリサの活躍もあり、46位で決勝へ進出しました。二人とも、ナイス予選突破。46位、ギリギリだったな。ギリギリでも通過しちゃえばこっちのもん。さあここからが本番、一桁順位狙うぞ。ああ、絶対に上位に行く。さあ、決勝戦をやっていくよ。現在4マッチ目、順位は15位あたり。このままだと一桁順位は厳しそうだな。しかも初動、かぶってません。かぶってる、この4マッチ目までずっとフリーだったのに。ワンチャン撃破ポイントを狙いに来てるのかも。仕方がない、ここは武器を集めて戦える準備をしよう。コライダーはジャンパが固定で置いてあるから、強かったんだけどな。敵が降りてきちゃうと話は別。で、スナイパー抜かれたー。マリサ、セイムスマン、ここでやられたら一桁順位は絶対目指せない。一旦逃げてくれ。わかった、対空で落とされなければワンチャン。オラオラー、当ててみろー。セイムさん、普通に当てられてますよ。ここまでか、ギルテッドがフリーなら回復してなんとかなるんだけど。霊夢、これはドンマイだ。まだワンチャン。決勝は6マッチしかできないんだ。絶対生き残るんだよー。霊夢、それやられるくない？大丈夫、超低空で行ったから射線切れる。おお、それはナイスです。でもここからどうするんだよ。マリサのリブートカードまで戻って、絶対に蘇生する。私一人じゃ終盤に行けない。そうかもだが、カードまで遠いぞ。絶対取り行く。あと50秒、間に合うかな。霊夢やばい、普通に敵いる。そ、ここまで来たのに。うお、飛んでいったぞ。マジかよ、バレてなかったのか。今なら間に合うかも。オッケー、取れた。ナイスすぎ、ワンチャンあるぞこれ。今の敵が移動したからコライダーもフリーかも。ここで起こすわ。ナイスリブート。やばい、リブートの音を聞きつけて敵が集まってきてるわ。私、一回アンチ外のキャバーンまで移動する。アンチ外で物資集めるわ。オッケー、私も向かうわ。おげー、なんでキャバーンに敵いるの。アンチ外なのに敵いたんか。マリサ運なさすぎ。でもアンチ外ならワンチャンある。すぐそっち行く。オッケー、リブートできた。ナイス、できる限り資材集めないとやばいな。霊夢、アンチ遠くね。これ間に合わないだろ。大丈夫、ハイジャンプを使えばワンチャンある。いけいけ。何その技。ふふ、大砲とジャンパを組み合わせてめちゃくちゃ高く飛べるのさ。知らんかった。シーズン3でも使える技だったらいいですね。なんとか終盤までいけそうだけど。資材も物資も少ない。どうすれば。真上に救援物資降ってくるぞ。ここに来てこれはでかい。ジャンパ2枚あれば少しは順位伸ばせるぞ。ここでやられたら一桁順位はほぼありえないね。初動から大変だったのに、ここまで来たんです。頑張ってください。マリサ、一回ここでジャンパ使うか。オッケー、とりあえずアンチに入ってボックスだな。マリサ合流できたぞ。霊夢やばい、めちゃ攻められてる。こっち引いて、早く。詰めてくるかも。壁張って。アーマーゴボール。ナイス。危ない危ない、一旦落ち着きましょう。マリサ、移動アンチ、始まるぞ。ああ、もうここでジャンパは使い切ってしまおう。オッケー、すぐ飛ぶ。先端まで一気に行くよ、そこから進行だね。いて。ああ、どういうこと。ちょ、無理無理無理。霊夢、ごめん、
対空で200とかされた。えぐすぎ。またマリサさん一人ですよ。ここまで来れてるのは霊夢のリブートのおかげ。どうにかしてでも生き残る。マリサ頑張って。マリサ、アンチが来るぞ。ローグラながら来じゃーい。ふふ、これなら簡単に。さすがに撃たれますよね。でもアンチ内まで来れてるよ。少しでも生存して順位ポイントを稼ぐ。さすがに死骸が少ないな。どこかリフレッシュしたいね。マリサさん目の前。いや、追って倒した。ナイス、これで死骸が増えるよ。決勝は1撃破3ポイントですからね。それも大きいですよ。マジかよ、これで3ポイントも増えるのか。ハイリスクだけどな。これでチャブも増えた。アンチ外耐久も少しできる。はぁ、はぁ、さすがにきつすぎる。すごい粘り、もう6位だよ。外した、ここで倒せればもう少し伸ばせるのに。クロッパーとかあるよ、まだ耐えれる。そうだな、ここは一回耐久しながら進もう。くっ、エッハは取れないか。でもマリサ、アンチ戻り、そこにいればアンチが寄ってくるよ。ナイス、まだ伸ばせるか。撃たれた、反撃する。やぁ。GG、惜しいけどナイス伸ばしだよ。112ポイント。順位はどんな感じ？上がってないですね。今10位くらいです。マジか、あれだけ頑張ったのに。逆を言えばあそこまで生き残ってなかったらもう可能性も残ってなかったよ。まだ残り2試合ある。頑張ろう霊夢。そうだな、エアコンのためだ。頑張るぞ。しかし事件は5マッチ目に起きた。残り37人か。いい感じに人が減っているな。マリサ、このまま終盤も生き残って順位を。霊夢ごめん、一回抜けないと。え、私の中に人が家の用事があって戻ってくるけど、このマッチはもう無理かも。嘘だろ、私一人で生き残るなんて。その代わりここのエリアにあった回復を1箇所に集めておいたから。ということでじゃあねー。ちょ、マリサ、私一人でどうやって。そうだ、マリサが回復置いていってくれたんだっけ。何か策があるのか。いや、無理かもしれないけど、アンチがここら辺になればワンチャンある。一応アンチ入ったぞ。マジか、ならワンチャンあるな。回復いっぱいあってもどうしようもないですよ。いやいや、なんとかなるんだな。これが、いわゆる支度ムーブっていうのを見せてあげるよ。支度ムーブ？私も初めてやるんだけどね。でもこれしかない。はい、ここから本当に私一人です。霊夢さん、早速アンチ外れてますよ。マジか、でもこれくらいはしゃあない。移動する。グライダーは風で移動できるから楽でいいね。これでアンチまでひとっ飛び。ジャンパがあるからとりあえずアンチに入れれば OK。あらら、アンチ遠いな。これはどうするんだ。際どいけど、もう1しかない。今のところ普通の立ち回りですね。まあまあ、次が勝負どころかも。とりあえずジャンパでアンチ内まで行くよ。霊夢、今お前一人だからな。一人ってバレたら攻められるので気をつけてください。 OK OK。 とりあえず、建築しまくって2人以上いるように思わせるわ。建築ラグすぎでしょ。やばいね。でもここで建材使いまくっちゃって大丈夫だわ。もう使わないんですか。ああ、移動に使うくらいかな。帰宅ムーブ、なんとなくわかったかも。霊夢さん、アンチ来ますよ。よし、覚悟を決めるか。ここで成功するかどうかが全て決まる。よし行くぞ。霊夢さん、そっちはアンチとの反対ですよ。こっちでいいの。チェンパが置ければ何でもいい。あとはフロッパーを食べて。レッツゴー。霊夢さん何してるんですか。アンチ外ですよ。ここで早く着陸できるかどうかで全てが決まる。フロッパー間に合え。アップメイク得た。着陸できたのはいいですけど、アンチはもうずっと遠くですよ。もう向こうには戻らないのさ。え、やっぱりそういうことか。回復場所に帰宅するんだね。霊夢らしいムーブだな。そう、大正解。チェンパで戻れるか心配だったけど間に合ってよかった。もう全く、トリッキーなムーブばかりしすぎです。二人で生き残るにはこういうムーブをするしか私には選択肢がなかったのさ。あとは回復が足りるかどうか、だね。結構あったと思うんだよな。決めちゃうやん。マリサさん、抜ける前にめちゃくちゃ物資置いていきましたね。これならワンチャン上位まで生き残れる。頑張って耐えるぞ。くぅ、このミストで最後。頑張れ霊夢。でももう4位ですよ。2位までワンチャン。頼む、足りてくれ。このチャブを使い切ったら終了だ。霊夢、3位。ナイス、もうちょい。よっしゃー、2位まで生き残ったー。ナイスです、1人で2位はすごい。回復量的に1位は厳しそうだもんな。限界まで順位を伸ばしたね。ということで喜びの妹です。ぐへぇ。おー、ただいまー、霊夢どうだった。って2位、マジかよ。ふっふ、やってやったぜ。これ、2桁順位までワンチャン届いたんじゃないか。じゃあ、結果発表の方いっちゃいましょうか。結果発表ドワー、届いたー。やったー、最終結果5位。本当に、1桁順位取っちゃいましたね。ってことは、エアチェンジットだー。
よかった。諦めずに順位伸ばしてよかったよ。今回は一人になってしまう場面ばかりでしたもんね。デュオなら諦めなければなんとかなることが証明できましたよ。そして地味に海外サーバーで初一桁順位でした。これは自信につながるな。海外サーバーの動画は人気なので今後も出場していくので応援よろしくお願いします。おい霊夢、そろそろ飛ばしカメラに戻ってエアコンを買いに行かないと。そうだな、すぐ戻らないと。ということで今回の動画はここまです。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお待ちしています。コメントも待ってるぜ。それではここまでとします。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。